ああ悪いな、足立。でも身の丈に合うものを持たないお前にも問題はあると思うぞ、とにやけ顔の課長。課長の手には無残にも中央からポッキリと折れてしまったゴルフクラブが握られている。その傍らには力なく落ちている上半身が横たわっている。周囲の人間も突然のことで口をポカンと開けて固まっている。止まった時間の中で唯一動いているのが課長だけだった。こんな高いクラブを持っていても仕方ないだろ。ちょうど買えるタイミングを俺が作ってやったんだ。感謝してくれよ、と握っていた下半身もポイッと捨ててしまった。俺はその様子を見て、意気揚々としているところ申し訳ないんですけど、それ俺のじゃないです、と言った。ここから事態はとんでもない方向へと全力で進んでいくことになる。俺の名前は足立明宏。この会社に勤めて3年目の若手社員だ。1年目に比べて3年目はかなり快適に仕事をこなせるようになった。俺はどちらかというと不器用な人間なので、周りの人と同じ成果を得るためには人一倍の努力が必要だった。幸い俺は努力をすることが嫌なタイプではなかったので、それなりに周囲に追いついて仕事をしていたと思う。社会人1年目はとにかく覚えることが多かった。1枚の書類でもどこにあるのか、どんな書き方をしないといけないのかなどなど、頭に留めておく必要のあることが多かった。3年目にもなると一通りの仕事は自分でこなせるようになったし、後輩にも教えることが多くなったので、おのずとたくさんのことができるようになっていった。高校の時に先生が、一人で勉強するより友達と教え合いをする方が成績は上がるぞ、と言っていたが、どうやらそれは本当らしかった。そんな俺には一つの夢というか野望というか、まあ将来なりたい姿というのが明確にあった。それはお金持ちになることだ。とにかくお金持ちになることが俺にとっての最終目標だった。俺の実家は自営業を営む家庭だった。自営業というのは難しいもので、調子がいい時はそれなりの収入があるのだが、ダメな時は全くと言ってもいいほどお金が舞い込むことはなかった。そのため俺の認識では、実家は比較的貧しい部類の家だったと思う。習い事もお金を理由に断られることもあった。幼いながらに俺は周りの友人たちと比べて家にはお金がないんだなと思うようになっていた。友人たちは決して俺を貧乏人扱いすることはなかったが、友人同士で同じ塾に通ったり、長期の休みで家族旅行に行ったなどの話を聞くたびに、胸の奥がツーンとすることがあった。お金は豊富にあるに越したことはない。お金があれば自由にいろいろなところに旅行に行けるし、欲しいものだって欲しいだけ買える。それこそ人間の幸せというものではないだろうか。それにお金があって自分だけに使うわけではない。当然、家族に今までの恩返しもしていきたいと思う。また、将来俺が結婚して子供が生まれた時に、俺のようにお金を理由に自分の子供に不自由な思いをさせたくない。大人になってようやく周囲と比べても意味がないということが分かったが、子供はどうしても自分と周囲を比べて自己肯定感を下げてしまうこともある。そうならないためにもお金が必要なのだ。そういった理由で、いつしか俺の夢はお金持ちになることとなった。俺はこの会社に勤務して、ただただ平社員で終わるつもりはなかった。どんどん仕事をこなして昇進して、管理職になってお金を増やす。自分の夢のためなら、多少のきつい仕事も引き受けることができた。さらに、仕事をこなすだけではなく、上司や周囲の社員との人間関係も良好にしようと努めた。Z 世代と呼ばれる俺たち若手社員は、必要最低限の人間関係しか構築しない、などと言われているが、俺自身は全くの正反対だった。会社終わりに上司から飲みに誘われれば、二つ返事でついていく、いわゆるノミニケーションというやつだ。
これはいらないという人もいるが、俺は昇進するための一つの機会だと思っている。どうしてもいけない場合を除いて、俺は基本的に参加するようにしていた。また、忘年会や新年会なども積極的に幹事になり、良いお店を予約する。これも昇進の秘訣だと思い、頑張った。仕事もコミュニケーションも全力でやる俺は、自分で言うのも恥ずかしいが、それなりの高評価を上司たちからいただいていた。最初は俺のこういった行動は同期たちの反感を買ってしまった。あいつは昇進のためだけに生きてるとか、媚びを売りすぎ、友達少なそうなど、やっかみを言う人もいた。だけど俺はそんな誹謗中傷に負けることなく、同期たちとも積極的に関わっていった。そうしていくと、次第に周囲からの評価は、あいつはただ素直で努力家なだけというふうに落ち着いていった。同期の中でも俺とよく話していたのは、栗原咲という女性社員だった。彼女は俺とは真逆な人間だった。端的に言うと超めんどくさがり、業務も定時を過ぎたら絶対に手を止める。定時間近になって、栗原くん、これ頼めるかねと上司から言われても、もし明日でもよければ引き受けますけど、今日中にでしたら無理です、定時なので、と言って絶対に帰ろうとする。昇進などに一切の興味を示さない社員だった。俺からすると信じられない彼女の言動に興味を持ち、彼女にコンタクトを取った。なあ、どうして残業とか嫌がるの？仕事を頑張って昇進とかすれば収入も増えるだろうに、と言うと鼻で笑われた。簡単よ、お金余ってるもん私。話を聞くと、咲の実家はお金持ちのようで、その子供である咲にも生活に困ることのないほどのお金はあるそうだ。父は起業家でお金を持ってるの。私が頑張って稼ぐ姿がイメージできないし、したところで意味はないから。でもただ何もしないでニートっていうのも嫌だから働いているの。まあ時間つぶし的な。仕事が時間つぶしのためというのは、俺には想像もつかない考え方だった。ただこの咲という社員は態度こそ悪いが、実に効率の良い動きができる社員だった。定時には必ず帰るが、基本的に仕事は終わっているのだ。先ほど言ったような急な仕事がない限り、彼女は仕事を翌日に持ち越すことはない。そういったところから、周りからは信頼をされているし、頼られているところもある。飲み会にも参加せず、定時にも帰る。けれども仕事では優秀な成果を収める彼女は、俺にとってとても尊敬する社員であり、面白い性格をしていた。彼女も俺のことをおかしな同僚として認識しているようで、俺が仕事に追われているところに、そんなに働いて足立くん暇なの？とおちょくってくることもしばしばあった。ただし彼女の茶化しは決して嫌味っぽいわけではないので、俺も受け流すことができていた。俺がお金持ちになったら、お前にも飯をおごってやるよ。まあ1万円以内な。と言うと、さっきは腹を抱えながら笑い、その金額はお金持ちって言わないからと言う。そういった掛け合いをしていくうちに、俺と咲は社内でもコンビのような扱いを受けることが多くなった。足立くん、来週の企業説明会だけど進行頼めるかしら。俺にそうやって仕事を押し付けてくる人物は、おつぼねの一ノ瀬さんだった。彼女は咲に負けないくらいの面倒な仕事が大嫌いな人だった。あのクソ課長が私にクソみたいな仕事を回してきたのよ。企業説明会なんて私には無理。ね、足立くんやってみなさいよ。勉強にもなるし。もちろん、ただとは言わないわよ。社長への口利きはしておくわよ。と提案する。同期の多くは、この面倒な仕事を回してくる一ノ瀬さんを嫌っていたが、俺は逆だった。彼女は、仕事を引き受ける代わりに、しっかりと報酬をくれるのだ。今回は社長への口利きだ。いいですよ。だけど、約束はしっかり守ってくださいね。と、俺は引き受けた。彼女は約束を守る人だったので、彼女からの仕事は昇進への第一歩だと思っていた。
順風満帆だと思われた俺の生活に影を落とす輩が一人だけいた。課長の園田だった。園田課長は直属の上司であったので、仕事をしていると嫌をなして関わりを持たないといけない存在だった。それなりにいろいろな人格の人間とも関わりを持とうとする俺でも、園田課長と一緒に過ごすことは少しきついものがあった。園田課長は他人のどうしようもない箇所を攻めてくる人だ。容姿や経歴などの今言っても仕方がないだろうと突っ込みたくなるようなことばかり言って他人をこき下ろす。自分を高めたいと思っている俺にとって、他人にそこまでのネガティブ発言をする課長はどうしても好きにはなれなかった。それでも俺の夢のためには我慢するしかないと思い接していた。お前がそんなに仕事熱心なのは実家が貧乏だったからか、と無神経な発言をされても、俺はそうなんですよね、少しでもお金を稼ぎたくって、とヘラヘラとしてその場をやり過ごしていた。それでも毎回毎回同じ内容で、しかも複数の社員の目の前でいじってくるので、次第に俺も相手にしないようになってしまった。そういった人物であったので、園田課長のことを毛嫌いしていた社員は俺の他にも多くいた。しかし俺は社内でも目立つ方なので、園田課長のターゲットになりやすかった。そんなに努力しても意味ないからな、お前の働きなんて大したことないから、と言われても精進しますとだけ返してその場から去る。それの繰り返しだった。そんな俺の様子を見た先は、足立くんって鈍いのか心が広いかのどっちなんだろうね。私だったらあんなこと言われたらタコ殴りにしてるけど、やっぱりいつ辞めてもいいと思っている人はやることが違うなぁと感心してしまう。やっぱり昇進のためならあんなやつ敵じゃないって感じ、と片手にミルクティーが入ったマイカップを持ってニヤニヤとしながら訪ねてくる。彼女の茶化しは園田課長と違って他人を蹴落とすようないやらしさは感じられない。言い返したり反抗したりすると余計に突っかかるだろう、ああいうタイプは。それもそっかと言い、彼女は一気にコップの中身を飲み干した。みんな大嫌いな園田課長の趣味はゴルフだった。毎週末になると部下やゴルフ仲間を誘ってゴルフ場に通っているという。お前にはまだゴルフの魅力もわからんだろうし、クラブを揃えるのは貧乏人のお前には無理があるだろう、と懇切丁寧に俺を誘わない理由をしっかりと教えてくれた。俺としては園田課長との接点が少なくなるので大変ありがたいことなのだが、意外なことにここで少し俺にとっては痛手なところもあった。実はうちの社長の趣味もゴルフだった。園田課長は社長との時間が合えば一緒にコースを回ることもあるそうだ。少しでも社長にお近づきになりたい俺からすると、社長とゴルフに行けるということは自分を見せる絶好のチャンスになるのだ。それができないというのは何とももどかしい気分になる。そんなこんなでムズムズしていると幸運な話が舞い込んできた。今回も自分のところに話を運んでくれたのは一ノ瀬さんだった。はい、ちょっと集合、と気だるそうに集合をかける一ノ瀬さん。給湯室に呼ばれた俺は一ノ瀬さんから顔を覗き込まれて、社長に少しでも近づきたい足立くんで会ってる？と聞かれた。まあそうですね、会ってます。最近は全然お近づきに慣れてなくてもどかしいですけど、と落胆してみせると、はい、そんな君にラッキーな話、今週末に社長がゴルフに行くの、何人かの社員を連れてね、土日にコースを回るらしいわ。それに私誘われたのよ、面倒なことにね。彼女は片手にミルクティーの入った紙コップを持って首をかしげる。意味わかる？つまり俺が一ノ瀬さんの代わりにそのゴルフに参加しろってことですよね。さすが、と笑顔になる一ノ瀬さんだった。が、俺はすぐに断った。すみません、行きたいのは山々なんですが、俺、クラブ持ってないんですよ。それに、一式揃えるのってお金かかるじゃないですか。園田課長が俺に、
貧乏人には買えないだろう。と言われたが、実際にそれは当たっていた。クラブだけで2万は下らない。社長と回るとなると、それなりの値段のものを用意しないといけないと思うので、俺は手を出せないでいた。一ノ瀬さんのありがたい話ではあったが、現実を見れないほど盲目にはなっていない。俺の言葉を聞いた一ノ瀬さんは、ふっふっふっと笑い、そんなこと気にしないでいいわよ。私が一式揃えてあげるから、と言い放つ。いや、それは悪いですよ、とすぐに拒否したが、いいのいいの。あなたにも苦労かけるから、その迷惑料ってことで。なぜ社長とコースを回るのに苦労するのだろうかと首をかしげていると、園田もいるのよ。ああ、なるほど、それは確かに苦労しそうだ。でもクラブもそれなりのものをいただける上に社長にも接近できる。園田がいることくらいなんてことはない。むしろお釣りが来るくらいだ。後でクラブ代請求されても俺返せないですよ、と言うと、一ノ瀬さんは、交渉成立ね、と言って、ミルクティーを一気に飲み干した。そして、社長や園田課長を含めた社員数名でのコース巡りの日が来た。案の定園田課長は、俺が持っているゴルフクラブ一式を見て、お前にも一式揃える資金あったんだな、と鼻で笑う。頑張って揃えました、と笑顔で返す俺。一ノ瀬さんからは、いい？私が買い与えたなんて口が裂けても言わないでよ。私がずる休みしたなんてバレたら、絶対にあの男は嫌味を言ってくるんだから。と言われていたので、あくまでも自分で揃えた品ということにしてある。なんだ、お前にしてはそれなりにいいものを揃えているじゃないか。背伸びすんなよ。という。あはは、社長と回れると聞いていたので、少々奮発しすぎたのかもしれません、と頭をかいた。残念だが、その社長は本日は急な仕事が入ってしまったとのことでお休みだ。明日から参加するらしいがな。社長がいないこの空間で一番偉いのは園田課長だ。課長は自分が天下を取ったような尊大な表情を浮かべて、まあ今日は楽しもうや、と言って部下を引き連れゴルフを楽しみ始めた。隣ではふてくされた咲がいる。なんで私まで来ないといけないのよ、とうなっていたが、俺一人だと寂しいだろ、と言うと、お前はウサギか、と脇腹をつねられた。打ち始めるとすぐに、おい足立、お前のクラブ貸してくれよ、と言ってきた。課長の申し出にさすがにすぐに首を縦に振ることはできなかった。その様子を見た課長は少しムッとした表情になり、なんだお前、俺の言うことが聞けないのか、いつからそんなに偉くなったんだ、え？と詰め寄ってきた。いやでもこれは、と口ごもると余計に、ええから貸せって言ってんだ、と怒鳴り俺の手からクラブを奪い取ってしまった。コース巡りを課長とよくする周囲の社員は止める気配もない。おそらくいつものことなのだろう。まったく、お前みたいなやつがこんな上等なクラブは持つもんじゃないぞ。身分相応なものがあるだろうが。そう言った課長は勢いよく振りかぶり地面に叩きつけた。俺はつい、あっと声を出してしまった。何たって弾も何もない場所にぶつけたのだから仕方がない。課長は頑丈だな、と言って今度は近くにあった大木に助走をつけてクラブを打ちつけた。凄まじい金属がひしゃげる音とともにクラブの上半身はへし折れて力なく地面に落ちている。あまりの衝撃に俺は思考が追いつかず硬直していた。課長は満足げな顔で手に持っていたクラブの下半身を投げ捨てる。まあお前にはまだ早い品だったってわけだ。俺が買い替える時期を与えたと思ってくれや、と言って何事もなかったようにコースを回ろうとした。
その様子を見ていたサキがゲラゲラと声を出して笑い始めた。面白い。今日来て正解だったわ。お腹痛い。サキの笑い声に課長を含めほとんどの社員が困惑気味で彼女を見ている。何がそんなに面白いのかと尋ねた課長に、俺は静かに、それ俺のじゃなくて社長のですよと伝えた。俺の言葉にサキ以外の社員の時間が止まる。え、いや何言ってる、これはお前が持っていたじゃないかと現実を受け止められない様子の課長に早朝の出来事を説明した。俺は課長や社長が来るよりも早い時間にゴルフ場に到着した。上司よりも早めに来るのは昇進の秘訣だ。しばらく待っていると社長が会場に到着した。おお、君が一ノ瀬くんの代わりに来た子だね。足立くんだ。俺の名前を覚えてくれていたようだった。俺は頭を下げていろいろと世間話をした。君の活躍は耳にしてるよ。かなりの努力家だってね、とお褒めの言葉もいただいて感無量だった。そうしていると社長のスマホが鳴った。失礼と言って社長が電話に出ると、ああそうか、分かった、すぐ行くと言って通話を切った。すまない、少し仕事が入ってしまった。今日は不本意ながら参加できないようだ。明日は必ず参加するよ。あ、これ君に預けておこう。重たいのを運ぶのは年寄りには答えてね。まあ使ってもらっても構わんよ、と言って社長のクラブ一式を俺に預けてくれたのだ。帰るときはこのゴルフ場に預けてもらっておいてくれ。なくすなよ、高いからな、わっはっはと笑って仕事に向かわれた。社長、クラブは見るも無残な姿になってしまいました。俺の話を聞いた課長はみるみる顔が真っ青になっていった。これはそうだ、お前のせいだ。お前がこんな立派なもん持っているのが悪いんだ。そうだろ、これはお前のせいだ、と吠える課長。サキはさらに笑い声を上げて、無理があるでしょ、マジウケる、と大声で突っ込んだ。すぐに社長に事の経緯が話され、怒り心頭になってゴルフ場に乗り込んできた。貴様、俺のクラブを壊したそうだな、しかも故意にな、怒鳴り散らす社長に何も言えない課長。それに加えて彼に会わないだと、身分相応のものを用意しろだと。お前はいつからそんなに偉くなったんだ。お前のような輩はこの会社にいらんぞ、と首とも受け取れる社長の言葉に課長は、それだけは勘弁してください、と泣きついた。いいか、これは立派な犯罪だ、器物破損だ、自分のした行動に責任を持て、ほうバカ者。その後社長は会社に戻り、園田課長の左遷手続きをした。警察に言おうかと思ったそうだが、彼にも家庭があるだろうから俺が少し我慢してやる、と言い左遷で済ませたという。ゴルフでの一件により園田課長がいなくなったことで、仕事場の雰囲気が今までよりも随分と良くなったような気がする。ことあるごとに容姿や過去をネタにいじってきた上司がいないので、ほうれん草が格段にしやすくなったことも、効率が良くなったという点では大きいだろう。例の一件で俺と社長の距離は一気に近づいた。おかげで園田課長がいなくなって空席になったポジションに俺は新たに着くことになったのだった。俺は園田課長の代わりに課長職に就任して、昔と変わらずに熱心に仕事に取り組んだ。というかそうせざるを得ないというのが現実だった。課長になって分かったことだが、仕事量が多い。効率よく仕事を進めないと本当に会社に泊まるということになりそうだった。しかし今までと同じように必死に動き、真面目に働くことはやめなかった。俺の夢は課長で泊まることではない、お金持ちになることだ。課長職で経験を積んだ後にさらに昇進したいと考えている自分からすると、これくらいの仕事をこなせないでどうする、という精神で
仕事に励んだ。おかげで上司や取引先からも、仕事熱心で本当に助かるよ、と一定の評価をもらうことができていた。しかし激務であることから、極力参加していた飲み会なども頻度ががっつりと下がった。さらにゴルフセットも一ノ瀬さんに買い与えてもらったが、あの一件以来ゴルフに行くこともなかった。少なくとも課長としての仕事がそれなりにこなせるようになるまでは、飲み会やゴルフなどはいけないだろうと思っていた。環境が変わり苦労することがかなり増えた職場だったが、それでもお金持ちになるという野望が俺を支えてくれていた。一定の評価を受けていた俺だったが、唯一咲だけはつまらなさそうに俺を見ていた。なんかさ、単純な質問なんだけどさ、そんなに働いて人生楽しい？と無垢な子供のような表情で質問してくる。仕事が楽しいわけないだろうと俺は少しイラッとしたが、彼女に悪意がないのは分かっていた。しかし今回のあまりにも無神経な質問には、さすがの俺も苛立ちを隠せなかった。自分を犠牲にしてまで仕事をして得たものって、そんなに嬉しいもの？今日はやけに噛みつくなと思ったが、仕事が山積している俺には彼女の相手を最後まですることはできなかった。さっきは実家がお金持ちであるため、仕事をする意味もお金を稼ぐ意味もわからないだろう。根本的に俺と彼女とでは住んでいる世界が違ったのだ。以前まではその違いが面白くもあったが、俺が課長になってさらに仕事に生活を捧げていると、彼女のちょっとした仕草にも思うところが出てきてしまうようになっていた。繁忙期から少し経ったある日、一ノ瀬さんから夕食の誘いを受けた。繁忙期ではないとはいえ、仕事があった俺は最初は彼女の誘いを断ろうとしたが、あらあら、あなたも随分偉くなったのね。それとも社長クラスじゃないと一緒に食事もとっていただけないのかしら、と冷たい視線を向けられた。さすがのおつぼね、言葉と視線だけで俺の体は硬直してしまう。冗談っぽく話してはいるが、あまりいい気はしていないのだろう。言葉の端々に度胸をはらんでいるのが分かった。俺は仕方なく一ノ瀬さんの申し出を受け入れ、彼女がよく行くというお店に入った。中にはすでに先客がいた。サキだ、なんでお前までいるんだよ、と言うとサキの代わりに一ノ瀬さんが答えた。おかしいことじゃないじゃない、この子私の娘なんだから。二人の話によると、一ノ瀬さんの旦那、つまりは咲の父親は確かに事業で成功した起業家であった。しかし仕事熱心というのは別の方向から見ると家庭を顧みないという側面も持っていた。父親は家はあくまでも寝起きする場所としか考えていなかったので、二人の家には記念日といったような特別な日は存在しなかった。結婚記念日や誕生日などは一ノ瀬さんと咲の二人でお祝いしたそうだ。そんな父親の様子に愛想を尽かした二人は離婚をすることを決意した。一ノ瀬さんは離婚後旧姓を名乗ったが、娘の咲は変更の手続きが面倒ということもあり、そのままの名字で過ごしているという。父親も離婚する際は、もう少し家庭を考えるべきだったと反省の色は示しているようで、それなりのお金を毎月二人に払っているという。そう言われると二人には共通点があるなと感じた。極度のめんどくさがりだったり、好きな飲み物はミルクティーだったりと。顔も全体としてはあまり似ていないが、パーツごとに見てみるとそっくりだ。先に言っておくけど、この子がこの会社に入ったのはたまたまよ。この子にはここで働いていることは言っていなかったから、コネなんかじゃないわ。俺の心を読んだように的確に修正を入れてくる。それで本題なんだけど、と一ノ瀬さんはグラスを片手に尋ねる。あなたの夢ってお金持ちになることなのよね。どうしてお金持ちになりたいの？皿にある魚のソテーをナイフを使って食べやすいサイズに切り分けている。お金をたくさん持って、それからどうするの？彼女は何か俺の目の奥を見るような視線で見つめる。お金をいっぱい稼いで幸せになりたいんです、
それに家族も幸せにしたいから。というと彼女は俺の返答に満足はしなかったようだ。あのね、お金がたくさんあるからといって必ずしも幸せに直結するかはわからないのよ、と言って咲を一別する。一ノ瀬さんと目配せをした咲は彼女に続いた。私は今決して貧しいわけじゃないし、お金はそれなりに持ってる。でも持ちすぎてるかつてのお父さんはまさに主戦度って感じだったわ。一呼吸を置いて、今の足立くんにそっくりだったよ、と悲しそうに笑った。とにかくお金イコール幸せ者ではないから、そこは気をつけなさいな。自分の価値を下げてまで稼ぐ必要なんてないんだから。そんなことご両親は分かっているはずよ。一ノ瀬さんはそこまで言うとお開きを宣言した。咲の悲しげな笑顔が妙に脳裏に残っていた。正月になり実家に帰省した俺は久々の我が家を満喫していた。俺はもちろん未婚だったので、いつもは一人寂しい部屋で孤独に晩ご飯を食べる毎日だが、実家に帰るとそんな惨めな思いはしなくて済む。食事は食卓に運ばれるし、食器を洗わなくても問題ない。本当に家族のありがたみを感じる日々を過ごした。家でゴロゴロしていると除夜の鐘が響いてきた。ああ、もう新年になったんだなと感じているとスマホが振動した。画面を見るとさっきから LINE が届いていた。明けましておめでとう。今年の抱負は足立くんが一生懸命に仕事をしている横で全力で帰宅することです、と書かれていた。なんと悪趣味な抱負なのだろうと思ったが、年末に一ノ瀬さんらと食事をした時に話した内容がふと思い出されて、目の前で横になってテレビを見ている両親に尋ねてみた。もしさ、俺が金持ちになって二人を気ままな生活をさせるって言ったらどう？と。俺の質問に父親は視線をテレビに向けたまま、んなこと願い下げだな、と言った。俺は父の言葉に驚いて返事にまごついていると、確かに金が溢れるほどあるってわけじゃないが、息子から金をもらうほど困ってるわけじゃねえんだ、と続けた。母は、あ、でもどうしてもって言うならもらってあげるわよ。女はね、美のためにはどうしてもお金が必要になるんだから、と言って笑った。その年でもう美とか無理だ、と父がいらぬ発言をしたせいで新年早々夫婦喧嘩が勃発してしまった。二人が喧嘩をしている光景を見ながら俺は考えていた。まさか二人がお金の支援を断るとは思っていなかったからだ。さらにはお金がたくさんあって気ままな生活を夢見ていたわけでもないということも、俺にとっては衝撃を受ける要因の一つに十分なった。お金がいっぱいあったら幸せなんじゃないの？俺が小さな声でぽつりとつぶやくと、それはどうやら父に聞こえていたようで。何言ってんだ。金があったって幸せかどうかは別問題だろうが、俺の幸せはお前が健康であと何十年も俺と酒を飲み交わしてくれることだ、と言いニコリとする。後ろで母が、おい先短いくせに、と言ったことで第二ラウンドが始まった。俺は一ノ瀬さんや咲の言葉、二人の様子を見て自分が勘違いをしていたことにようやく気がついた。一ノ瀬さんの言う通りだったのだ。お金があれば好きなものも買えるし、食べ物も食べられる、旅行にだって行けるけれども、それが幸せかどうかは人によるのだ。実際一ノ瀬さんたち家族はお金はあったかもしれないが今の方が幸せだと言っていた。両親もたくさんのお金を望んでいたわけではなかった。ただ家族との円満な日々を望んでいただけだ。その日々はお金があるから叶えられるわけではない。俺も含めて全員が健康で揃っていないと、どれだけお金があっても叶うことがないのだ。俺は目の前に広がる幸せをかみしめていた。正月以降俺は断るということを学んだ。
今まで何でも仕事は引き受ける、たとえ自分の仕事でなくてもといったスタイルだったが、許容量を超えそうな仕事は断るようになった。周囲はなんか変わったなと言ったが、ようやくわかったかとさきは鼻を鳴らしていた。お金は言うことを何でも聞いてくれる便利な道具だ。たくさんあれば何でも買えるし手に入る。けれども幸せまで入手できるかというと疑問が残る。幸せとは意外なほど身近にあり、目の前に転がっているものだと俺は自覚したのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたみたいな底辺のゴミは夫と縁切ってね。母子家庭で中卒のあんたなんて、私たちと住む世界が違うのよ。ここは結婚式会場。元同級生のエリート経営者と結婚する花嫁は、その美しいドレスに似合わない表情と言葉で、招待客である私に言い放った。花嫁に言い返すのは本意ではないが、ここまで言われては仕方ない。わかった。旦那さんと縁を切れって言うなら、10億円の契約も切るわね。私が告げる。はあ？母子家庭で中卒のあんたがそんなことできるわけないでしょ？ますます声を荒げる花嫁。一部始終を見ていた新郎は言葉を失っていた。そして、人生最高の時間になるはずだった結婚式。それは花嫁にとって悲劇の幕開けとなるのだった。私の名前は林美香。美香は頭がいいね。将来有望だよ。そう両親から褒められ、子供の時から勉強が得意なことに気づいていた。褒められることが多かったからか、自然と勉強が好きにもなった。二人姉妹の姉という立場からか、自分で言うのもなんだが、面倒見は良かったと思う。小学校の頃から休み時間になると、クラスメイトにわからない問題を解説してあげたりしてた。中学校では放課後になると、私のところには列ができるくらいになっていた。林さんは教えるのがうまいと評判になって、クラス全体のテストの平均点がどんどん上がって、林さんは本当に教え上手だねと先生からも太鼓判をもらったほどだった。自分が教えることでクラスメイトが内容を理解して笑顔になっていくのを見ているのが好きだった。テストの点数がこんなに上がったよ。ありがとう。その言葉は純粋に嬉しかった。男女隔てなく接したおかげか、部活動には入らなかったが、友人は多かった。その中でも、たまる栄太くんとは、小学校からの幼馴染で家が近いこともあり、特に仲が良かった。たまるくんはサッカー部に入っていたので、授業が終わったらすぐに練習に行っていた。部活が終わってから家に来て、一緒にご飯を食べた後、勉強会を開いたり、家族ぐるみで仲良くしていた。たまるくんに勉強を教えるときは少し緊張した。それは恋をしているとかそういうことではなくて、彼はとても優秀で、難しい応用問題ばかり聞いてくるものだから。俺、いつか林さんの役に立てるといいな。恩返しがしたい。いつも教わってばかりで、ご飯までご馳走になってるし。ご飯はたまるくんの家からもお裾分けくれるじゃない。私も教えることで復讐になってるし、何より教えるのが楽しいからいいのよ。林さん、先生になったら生徒から人気出るよ。ありがとう。そうだといいな。あ、たまるくん、いらっしゃい。お、ゆかちゃん、こんばんは。ゆかは私の妹だ。私と違ってあまり勉強が得意な方ではないが、えくぼのある可愛らしい笑顔で運動神経も良く、テニス部では目立っているみたいだった。うちのクラスの子も
お姉ちゃんに勉強を教わりたいって言ってたの。今度連れてきていい？いいけど、まずゆかも勉強しなさいよ。へえ、とぼけたように子犬のような笑顔を見せられるとついつい甘やかしてしまうのだった。そんな様子にたまるくんも笑ってた。私はこの幸せな時間がずっと続くといいなと思った。春になり受験シーズンを迎えた。第一志望に合格したクラスメイトたちと一緒に涙を流して喜んだ。たまるくんも有名な私立高校に合格して男子たちと肩を組んで喜んでいた。夜にはうちで一緒にお祝いをした。母親がお赤飯を炊いてくれて、たまるくんはケーキを差し入れてくれた。不思議な組み合わせだねと笑って、子供用シャンパンで乾杯した。それからも、毎日勉強する手を止めず、教師になるという具体的な夢に向かって、ひたすら机に向かった。クラスメイトともすぐに打ち解けることができて、一度勉強の解説をしたら、それはあっという間に広まり、休み時間や放課後は、ここ教えての嵐で大忙しだった。楽しい高校生活を送れそうだと思った。ただ、一人だけその様子をよく思わないクラスメイトがいた。須藤香織さんだ。彼女は毎日きちんとお化粧して、髪はカールさせて、勉強より見た目に気を使うタイプだった。黒髪をしっかりと結んで、スカートの校則をきっちり守った私とは、そもそも考え方が違うのだろう。私は須藤さんにだけ対応を変えたりなんかしなかった。だけど、ことあるごとに須藤さんは私に突っかかってきた。ちょっと勉強ができるからって、偉そうに。人気の少ない廊下ですれ違いざま、はっきり私に聞こえるように言われた。私は気にしないようにしていたけど、その後も何度かそういう場面はあった。ある日は机の中身が水浸しになり、ある日は下駄箱の上履きいっぱいに土が盛られていた。須藤さんは派手なグループに属していたから、派手なグループの子たちはあまり私に話しかけてこなくなった。きっとあることないこと言ってるんだろう。教えるクラスメイトが減ってしまったのは残念だけど、頼ってくれる子は他にもいる。気持ちを切り替えて笑顔でいることにした。夏休みに入っても勉強は欠かさなかった。あまりに没頭している私を見かねた母とゆかが、夏休みの最終日、気分転換に花火大会へ行こうと誘ってくれた。せっかくだからお姉ちゃんも浴衣着ようよ。いいよ、私は。トイレとかも大変じゃん。そういう私に、母はニコニコと2着の浴衣を出してきた。おばあちゃんが残してくれた浴衣、大事に取っておいてよかった。おじいちゃんもおばあちゃんも早く亡くなったでしょ？お父さんもお母さんも兄弟がいなかったから、親戚もいないし、使う機会もなかったのよ。着てみせてよ。深い藍色に、大きなハスの浮かぶ落ち着いた浴衣と、淡い桃色に小花を散らせた可愛らしい浴衣。どっちを着るかは話し合わずとも決まった。ゆかがヘアセットしてくれて、母が着付けをしてくれた。お、いいなあ、夏らしくて。父は二人の浴衣を見て、ニコニコと目尻を下げた。せっかくだからと、家族四人で記念に写真を撮った。何度撮り直しても、父の目が半開きになってしまって、みんなずっと笑ってた。父の運転する車で、花火大会の会場へ30分ほど国道を走る。何の変哲もない、家族4人の日常の一コマだった。しかしそれは一瞬で崩壊したのだ。耳をつんざくブレーキ音、ガラスが割れるような金属音、鳴り止まないクラクション。後部座席の左側に座っていた私は、右から来た大きな圧力に潰され、消えていく父の姿を見た。錯乱状態で気づいた時には、
病院のベッドの上で目を覚ました。国道居眠り運転で暴走した大型トラックに、私たち家族の車は突っ込まれたらしい。父は病院に運ばれる前に帰らぬ人となった。母は全身に大怪我を負い集中治療室へ。ゆかも大変な怪我を負って手術をしているそうだ。私は怪我しているものの意識もあり、医者と普通に話すことができた。MRI 検査でも異常はなく、経過観察後、私は退院できるそうだ。痛み止めの点滴をしているからか、夢と現実の境目があやふやだった。悪い夢を見ているだけだ。そう言い聞かせても、眠ろうとするたびに、あの時の事故の映像が流れてくる。寝たのか寝ていないのか、ぼんやりとした意識の中、私の人生に未来なんかないんだと絶望した。大した怪我もなかったため、数日して私は退院した。混乱した中でも現実から目を背けてもいられなかった。タマル君とタマル君の家族が何度も見舞いに来てくれたり、高校の先生が一緒についてきてくれて、役所へ手続きに行ったり、ご助会とやりとりをして、父の葬儀を行った。一般病棟に移ったものの、寝たきりで目を開けない母親の面倒を見るため、学校はずっと休んでいた。ゆかは数週間後に退院したが、全身傷だらけで、特に顔の損傷は激しく、手術でも修復しきれなかった。すれ違う人がゆかの顔を見ると、慌てて目をそらす。あの人、顔が、すごい傷だね。道行く知らない人が、こそこそと話をしているのが聞こえる。ゆかは泣きながら玄関の鏡を叩き割ると、それ以来家から一歩も出ることができなくなってしまった。家にいても髪の毛で顔を覆うようにして、口数も減っていった。可愛かったゆかの笑顔は奪われたのだった。大型トラックの運転手は、警察官や弁護士と一緒に何度も頭を下げに来て、その度に涙を流していたが、私は何の感情も湧かなくなっていた。この人はこの涙が引っ込んだら、夕食は何を食べるんだろうな。この弁護士は仕事だからここにいるだけで、帰ったら温かい家庭が待っているんだろうな。そんなことを思うだけだった。ゆかに見られないようスーパーに買い出しに行くと言って出かけて公園まで歩くと、過呼吸を起こして倒れ込んだ。心が窒息しそうだった。次の日、私は担任に電話をして、学校を辞めることを伝えた。あなたには将来があるとか、保険金が入るから大丈夫だとかいろいろ言ってくれたが、その声は、反対のホームに電車が来るアナウンスのように遠く聞こえた。荷物を取りに一度学校へ行った。同級生は哀れむように最初は遠巻きに見ていたが、いつもとなるべく変わらないようなテンションで話しかけると、みんな集まってきて、学校を辞めないでと言ってくれた。そこへ、須藤さんがお化粧を直しながら言った。帽子家庭で中卒とか、人生積んでる。調子乗ってっからだよ、ゴミが。私の中で何かが音を立てて崩れていった。放課後どこ行くみたいな、大して深く考えてもいない、そんな言い方だった。同級生たちは何と声をかければいいのかわからなかったようで、一瞬黙り込んだ後、何も聞こえていないふりをして話を続けていた。心拍数が上がっていくのを感じ、その場から逃げるように家へ走って帰った。悔しさと腹立たしさと走ったことで苦しくなり、気づいたら寝たきりの母親のいる病院へ向かっていた。母親は相変わらず白いベッドに横たわり、機械音の中、目を閉じたままだ。お母さん、お母さん、私頑張ってきたけど、どうしたらいいのかもうわからないよ。ねえ、助けてよ。
どうしたらいいの？お母さん。手首に繋がれた管が抜けないよう気にする余裕もなく、母親に抱きついて泣き叫んだ。ビビーッとブザーが鳴り響く。私は驚いて床に座り込むと、看護師が走ってきた。林さん、わかりますか？林さん、林さん。何が起こったのかわからなかった。看護師の後に医師が入ってきて、母親の体をいろいろ調べているみたいだった。何が起きたんですか？ミカさん、よかったわね。お母さんの意識が戻ったわよ。目を開けた母親がこちらを見て、すべて悟ったように泣きながら微笑んだ。私はぐしゃぐしゃになりながら笑い返した。それから母は少しずつ回復していった。寝返りを打ったり、座るだけでも大変そうで、まだ退院はできないそうだが、母親は、一緒に買い物行きたいわね、と明るく言っていた。それから私は目が覚めたように動き始めた。塾で募集していた事務員のアルバイトに応募した。面接では高校を辞めてしまった理由について、嘘偽りなく話し、面接官は大変だったねとねぎらいの言葉までかけてくれ、雇ってもらえることになった。問題集のコピーをもらったり、内容が変わって廃棄される参考書をもらってきては、家で机に向かった。ゆかも最初は乗り気でなかったが、私の必死さに根負けしたのだろう。ちゃんと勉強してくれて、わからないところを私に聞いてくるようになった。私がスーパーで買い出しをして、ゆかは料理を作ったり、洗濯や掃除をするようになった。寝る間も惜しんで勉強して、いろいろな資格も取得した。週末には母親のいる病院へ行き、勉強しながら話し相手になったりした。勝手にリハビリしようとして、転倒を繰り返す母親を叱ることもあった。家に帰ると、ゆかがやると約束した問題集に手がつけられていないことを怒ることもあった。世界に色が戻ったみたいだった。いつかは教える立場になりたい。その一心で私は走り続けた。目まぐるしく時は流れ、父の命日、あの日から15年の月日が経っていた。私はいつものように帰宅すると、ポストに入った結婚式の案内状を見つけた。たまるくんからだった。たまるくんは優秀な大学へ進学し、今は有名なクライアントからも引っ張りだこの一級建築士として独立しているらしい。出席に丸をつけて、おめでとうとコメントを書いた。独身の身としては先を越されたとは思ったが、旧友の朗報は素直に嬉しかった。そして結婚式当日、会場に着くと、昔の面影のある顔ぶれにワクワクした。同じテーブルには、小学校や中学校で勉強を教えていたクラスメイトたちがいた。みんな綺麗にドレスアップしているけど、話せばあの頃と変わらない笑顔があった。こんな機会がなければ、ずっと会えずにいたかもしれない。たまるくんに一言お礼を言いたくて、スタッフに許可をもらい、控え室に入れてもらった。そこへ通りかかったのは、真っ白な花嫁衣装に身を包んだ、須藤香織だった。やった！母子家庭で中卒の林さんじゃない。相変わらず冴えないわね。この度はご結婚おめでとうござ。底辺のゴミは、うちの旦那と縁切れよ。純真無垢のドレスが、その毒で汚れてしまうんじゃないかと心配になるほど、口から汚い言葉が発せられた。人生に一度の晴れ舞台にまで、そんなことを言う須藤に心底呆れた。そして学校での思い出が蘇る。何の気なしに放ったその言葉に、どれほど傷ついたか。私は反撃に出た。わかったわ。じゃあ、10億円の契約も切るわね。は？母子家庭で中卒のあんたに、
10億の契約動かす力なんてあるわけないでしょ。マジ笑える。そこへタマルくんが控え室に入ってきた。お、林さん、今日は来てくれてありがとう。仕事の話も後でゆっくり。その件、白紙にさせてもらいます。詳しくは奥様に聞いてくださる？タマルくんは事情が全く分かっていないようで、須藤に尋ねる。どういうことだ？だって、二人の間を邪魔されたくないから。ごにょごにょとごねる須藤に腹が立ち、その場で会社に電話を入れた。もしもし、今すぐ A 社との契約は白紙に戻して。ええ、全部なしよ。お相手ご家族から注意を受けましたので、連絡事項は以上です。失礼します。さて、これで結構？タマル君にはかわいそうだったが、私の消えた青春が少し戻った気がして、気持ちは晴れやかだった。私は勝ち誇ったように須藤を睨みつける。須藤もスイッチが入ったようだ。何？意味わかんないんだけど。母子家庭で中卒なんだと、私のエリート旦那が釣り合うわけないでしょ。縁切れって言ってんの。底辺のゴミが。嘘。だろ？香里、なんてことをしてくれたんだ。林さんは幼馴染でもあり、会社の大事な取引先社長なんだよ。社長？嘘でしょ？タマル君はネクタイを緩め、置いてあったペットボトルの水をグビグビと飲み干す。林さんとは、小学校からの幼馴染だった。小学校でも中学校でも、いつも先生に聞いてもあやふやなほど、難解な問題もわかりやすく解説してくれてた。俺がいい高校や大学に行けたのも、林さんの助けがあったからだよ。凄惨な事故があって、家族が大変な時だって、ずっと折れずに頑張ってきた林さんに勇気をもらってた。塾でアルバイトをしながら代券を取って、有名国立大学を卒業して、講師になり校社長になった。夢を叶えただけでなく、その後塾講師として独立した。今では複数の塾を運営する経営者として、業界では有名になってるよ。俺が独立するときに先輩として背中を押してくれたのだって林さんだった。そして新しく建てるはずだった林さんの塾の本部校舎の契約を10億円で請け負ったんだよ。須藤はドレスがシワになるのも気にせず、床にへたり込んだ。香里、ごめん。結婚はやめさせてもらう。なんでよ。こいつのことが好きだとでも言うの？そんな理由じゃない。香里が人のことをそんな風に、学歴がどうとか、ましてや家庭環境を底辺だのゴミだの言う人だと思わなかったよ。今までよく猫かぶってたね。須藤はわなわなと震え出したかと思うと、子供のように泣き叫んだ。いやだ、別れない。もうみんな待ってるもん。その大声に、式場のスタッフや家族がどうしたのかと控え室に入ってきた。タマル君の曇った表情と、メイクの崩れた須藤を見て、全員キョトンとしている。申し訳ありません。式はキャンセルします。タマル君は深く頭を下げて、須藤は泣きわめいていた。須藤の親族は取り乱していたが、タマル君の親族は泣きわめく須藤を見て、なんとなく察したように黙り込んでいた。私は混乱に乗じて、そっと控え室を後にしようとドアに手をかけた。このゴミが、私の幸せ潰しやがって。部屋を出るまで須藤は何かわめき散らしていたが、私は振り返らずにドアを閉めた。その後、タマル君からお詫びの書状が届いた。顔を合わせて話そうと電話があり、お互いの職場の中間地点で合流することにした。お騒がせして、申し訳ない。会うなりそう言って頭を下げるタマル君に、罪悪感を感じた。
結婚、本当にやめちゃってよかったの？どこか入る？それとも？自販機とベンチを指さす。大事な商談は室内でした方がいいのだけど、暖かくなってきた心地よい日差しについ誘惑されてしまった。狭い店内より、今は生ぬるい風を感じていたいと思った。たまるくんは缶コーヒーを2本持って、ベンチに腰掛ける。ありがとう。結婚だったけど。須藤について話してくれた。お付き合いしているときは、男を立てるような、一歩下がって歩くいい子だったけど、なぜか周囲の評判はあまり良くなかったらしい。どうしてかってみんな具体的には言わないけど、あいつはやめとけ、と言われるのだそう。確かに猫をかぶっているように感じる場面も何度かあったが、多少背伸びしているのかなと思った。でも、結婚式の日、口汚く私を罵っているのを見て、ああ、これが本性なのか、やめとけって言われた理由かって納得したのだと。今だから言うけど、私が高校を辞めるときに彼女に言われた一言がこう、ずっと喉に刺さった魚の骨みたいにあったのよね。もう他人だから。やりすぎたかなってちょっと思ってて、ごめんなさい。いや、林さんにはやっぱり感謝しかないよ。あんな人と結婚しないで済んだ。結婚してたらどうなってたことやら。だからこれでよかったんだよ。たまるくんはそう言ってコーヒーを飲み干す。私も熱いコーヒーを少しずつ口に含む。そういえば、お母さんとゆかちゃんは元気？母はすっかりバリアフリーの自宅で快適に過ごしてるわよ。ありがとうね。たまるくんがまだ見習いだった頃、退院した母は自力で歩く機能を完全に失っていた。そんな母のために、たまるくんはすぐに自宅の改修を手伝ってくれた。手すりをつけたり、段差をなくしたり、必要なものを全部1階の部屋に下ろしてくれたり、改修工事にかかる手続きは、二人とも初めてのことだらけだったけど、たまるくんが、これも勉強、と言ってくれたおかげで乗り越えることができたのだ。ゆかはね、今は便利な世の中だ。家に至ってパソコンやスマホ一つあれば何だってできる。ゆかはオンラインで代券資格を取り、家にいながらアルバイトもした。私が援助すると言っても遠慮していたが、ゆかの口座に少しずつお金は入れてた。溜まったお金でゆかは大きな病院で顔の傷を治してもらった。病院までの道のりで何度も途中で怖いと引き返した。15年もずっと家の中にいたのだから無理もない。電車にはとても乗れないのでタクシーに乗ろうとしたが、それも信号で止まった瞬間に降りてしまってダメだった。そこで会社の信用できる部下に車を出してもらって、ようやく行くことができた。一度で完璧に治るわけではなかったので、何度か手術をした。元通りにはいかなかったが、車を出してくれた部下も可愛くなったよ、と前向きに声をかけてくれた。少しずつ、顔を上げられるようになったかな。それはよかった。すぐでなくても、また会えるといいな。こうして家族のことも気にかけてくれるところに、何度も救われてきたのだった。あの時はつい、売り言葉に買い言葉で、契約を切るなんて言っちゃったけど、そんなことしないから安心してね。会社にも、ちゃんと話はつけてあるから。ありがとう。あの時、新校舎をうちが作れないってことは、俺は林さんの役に立てないんだって思った。それが辛かった。はは、10億円より？会社は人があってこそだろ？それはそうね。私は新校舎の理想の設計計画を話した。車椅子でも、介助者と一緒に通り抜けられるくらい、幅広の通路にドア、
入り口にはもちろんスロープと手すりの設置。車椅子でもゆったりと乗れる大きなエレベーターに、広い清潔な手洗い場。生徒様の健康のために、建築素材一つ一つもいいものを厳選したい。街の風景に違和感なく溶け込むような淡い緑色の入った外壁。親も子も安心して通える場所にしたい。どんどん出てくる私の理想像に、たまるくんはペンを走らせる。わかった。すべて叶えるよ。恩返しさせてね。楽しみにしてる。握手を交わし、私たちは別れた。夢だった理想の校舎を大切な人が作ってくれる。これ以上ない幸せだ。ビルの明かりを見上げながら、意味もなく走り出したい気持ちだった。その数日後だった。いつも通り仕事をして昼食を済ませた頃、たまるくんが事故に遭った、と会社に連絡が入った。私はざわざわと呼吸が早くなるのを感じて、トイレに駆け込み、慌てて精神安定剤を飲み込んだ。大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせ、浅い呼吸を繰り返す。部下に外出を伝えると、すぐにタクシーを拾って病院へ向かった。どうして大切な人ばかり傷つくのだろうか。父も、母も、ゆかも、たまるくんまで。病院へ向かう間、そればかりが頭を埋め尽くしていた。病院へ到着し、受付に尋ねると、個室の部屋番号を案内してくれた。足早に向かい、ドアをノックするが返事がないので、そっと開けた。消毒の匂いのする広い個室に白いベッド。たまるくんは、右腕と右足をギプスのようなもので覆われた状態で、ギャッチアップされたベッドに寄りかかり目を閉じていた。寝ているだろうか。小さな声で呼びかける。たまるくん。林さん。意識はある。よかった。私はベッドの縁にもたれるようにしゃがみ込んだ。聞くと、白昼の交差点で、信号無視をしてきた乗用車に跳ねられたのだと。乗用車はスピードが出ていたので大きく飛ばされ、とっさに受け身を取って、頭や体を打たずに済んだが、右腕と右足はダメージが大きかったらしい。直後は痛みで動けず、運転していた男性がすぐに救急車を呼んでこの病院に運ばれて、CT とレントゲンを取って処置を受けて今に至るそうだ。生きていてくれただけでよかった。目を開けてくれてよかった。冷たくなった父、ずっと目を開けない母、傷だらけになった床。みんな白いベッドに寝ていたから、私は白いベッドが大嫌いだった。いろいろなことがフラッシュバックし、私は子供のようにワンワン泣いた。たまるくんは、そんな心情を察してくれたように、黙って左手で背中をさすってくれていた。泣き疲れたのと精神安定剤の効果で、ベッドに突っ伏したまま眠ってしまったらしい。西日が差し込む頃、私ははっと起きた。たまるくんは左手だけでどうにかパソコンを打ちながら仕事をしているようだ。こんな時くらい休めばいいのに、と言いかけたが、画面を見て言葉を失った。それ、新校舎の設計図だった。私が起きたことに気づくと、たまるくんは笑った。完成予定までには必ず。ありがとう。私はたまるくんが退院するまで毎日見舞いに行った。働きすぎて心配になるほど、いつもパソコンと向かい合っている様子を見て、私も負けてられないなと思った。一年後、新本部校舎が完成した。いい天気に恵まれ、私は建物に入る前に深呼吸した。お邪魔します。深く一礼し足を踏み入れる。新築の匂いに心が躍る。受付と事務室を通り過ぎ、幅の広いドアを開ける。集中しやすいように、生徒様同士の隙間を広く設けた講義室。
車椅子も楽々通れる広い廊下にスロープ、ピカピカの手洗い場。ここなら誰でも安心して勉強に集中することができる。まさに理想通りの新校舎だ。すぐに見学や面談の申し込みが入った。スタッフや生徒様のご家族にも明るくて綺麗と好評だった。そして母が事務員として来てくれることになった。家にばかりいてもストレスがたまるから気分転換にもなると話してみると前向きに考えてくれたらしい。バリアフリーで車椅子でもスイスイ動き回れるので狭い自宅よりいいかもと笑っていた。母にも笑顔が戻った。それは涙が出るほど嬉しかった。また一年後、さらに新築でもう一校が完成した。忙しさも一旦落ち着き、新規の生徒様が入ってくるまでは少し時間があった。ゆか、今日のご飯なーに？鶏そぼろのあんかけ、長芋のお味噌汁、山菜の炊き込みご飯、サラダ。栄養満点ね。美味しそう。お母さんも食べよ。いただきます。と手を合わせて三人で食卓を囲む。こうしてゆっくり三人で食事ができるのも時間がある今のうちだけだ。お姉ちゃん、新校舎、おめでとう。ゆかが小さな声で言った。ありがとう。おかげさまでここまで来られたわ。たまるくんには感謝してもしきれない。あれ、ゆかにその話したっけ？宮本さんから聞いた。宮本って、あの宮本くん？会社の信頼している部下、宮本くんに、ゆかの病院まで車を出してもらっていた頃から、ゆかは宮本くんのことが気になっていたそうだ。可愛くなったと、明るく声をかけてくれたのが何より嬉しかったのだそう。そして、あれから実は連絡を取り合って、お付き合いしているのだと。宮本くんは仕事でも信頼できるし、優しい好青年だから、ゆかともお似合いだなと思った。隅に置けないなぁ、ゆかったら。えへへ、とゆかが笑った。母もつられて笑った。二人に笑顔が戻った。長かったけど、ようやくここまで来られたんだ。嬉しさで涙がこぼれ、お味噌汁がいつもより塩辛く感じた。ゆかは宮本くんと一緒に家から出る練習を始めた。人の少ない夜に最初は15分くらい散歩して帰ってくるところからだんだん時間を伸ばして少しずつ時間も日中に寄せて人目にも慣れることができた。1時間歩けるようになったら2時間ドライブに連れて行ってもらった。3時間かけて海を見に行って写真を撮ってきて、いよいよ半日デートできたと言っていた。宮本くんがいない日は、母の車椅子を押して散歩に出かけることもあった。いよいよ、一人でもスーパーに買い物に行けるようになった。お姉ちゃん、私、外に出て働きたいと思う。社会の一員として、もう一度頑張ってみようと思う。そう言ってくれ、ゆかはうちの会社に勤めてくれることになった。短時間のパートタイマーからだが、以前から比べたらすごい進歩だ。宮本くんのサポートもあるし、きっともう大丈夫だと思う。走り続けた十数年のことを思い返し、家族4人で写った写真を開いた。長くてあっという間で必死だった。でも、今こうして父に胸を張って報告することができてよかった。たまるくんの助けがあったからだな。そう思った。私は時計を見ながらたまるくんに電話をかけた。もしもし、ごめんね。仕事中じゃない？うん、大丈夫だよ。新校舎、好評みたいでよかったよ。ありがとう。実はね。ゆかのことや母のことなど近況報告をした。驚きながらも一緒になって喜んでくれた。まさかの巡り合わせだね。ほんと、人生ってつくづくわからないものだと思うわ。
急な事故で全て失ったあの時、この世の終わりだと思った。でも支えてくれる人がいた。寄り添ってくれる人がいた。心ない言葉をかける人もいた。すべてひっくるめて、小さい頃からの夢、教える仕事を今こうして順調にできていることは奇跡だと思う。一人では成し得なかった奇跡をこれからも広くつないでいきたい。未来の社会を作る子供たちの笑顔が見たいから。これからもよろしくね。もちろん、こちらこそよろしく。改まって言って、二人で笑った。一日一日大切に、できることを精一杯やっていこうと誓った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また、次の動画でお会いしましょう。副業が OK の会社なのに、専務は副業をしている人を嫌悪している。僕も、専務に嫌われている人の一人だった。そんな専務が僕の机を叩きながら大きな声を上げた。なんだその勤務態度は。僕の勤務態度のことを言っているらしい。とはいえ今日の僕は体調がすこぶる悪かった。高熱が出ているから休ませてくれというこちらの願いを一蹴したのは専務本人なのに。副業ばっかりで仕事を舐めているのか。何を言っても聞く耳を持ってもらえない。専務にとって副業への偏見はそれくらいひどいものだ。そしてついに僕は専務にクビだと宣言された。もうどうでもいい。熱にぼーっとする頭で僕は気づけば喜んでやめますと口にしていた。その後ことの次第を知った社長が飛んでくることになる。その時になって初めて専務は僕の正体を知るのだった。僕の名前はネオカイト、35歳。広告代理店で働くごく普通のサラリーマンだと言っても、実は広告代理店は副業で本業は別にある。僕の勤める会社は届け出れば副業が可能なのだ。この柔軟な勤務形態は僕のような働き方の者にとってはとてもありがたいものだった。この会社も勤め始めて7年になる。実は昔随分と長い間仕事を転々としていたのだ。それは主に僕のコミュニケーション能力のなさが原因だった。僕は文章を書くのは得意な方なのだが、おしゃべりをするのが圧倒的に苦手なのだ。それが原因で若い頃は職場の人間関係に馴染めず多くの苦労をした。人付き合いが悪いやノリが悪いという印象を持たれた後はいつの間にかどんどん人が疎遠になっていくのだ。ノリと勢いが大事とされる職場では特にうまくいかなかった。こうした職場では大体が最後に煙たがられる存在となって終わりだ。一度根付いた印象はなかなか覆るものではなく、修復もまた難しいものだった。なので昔は自分に合う職場が見つかるまで職を転々としていたのだった。こうして見つけたのが現在の職場。ここは社員や会社全体の雰囲気が落ち着いていて居心地がとてもいいところだ。やっと自分に合う職場に巡り合えたという感じがして嬉しかった。この会社でコピーライティングの業務を担当している。文章力があることが僕の強みだから、この業務はなかなか楽しく性に合ってるのが身に染みて分かった。それに何より僕の作る文章は豊富な知識に裏付けられているのだ。自分で言うなと言われる話だが、これに関しては僕にも自負がある。なぜなら人付き合いが苦手だった僕の友達はいつだって本だったからだ。長い月日をかけてたくさんのジャンルから数えきれないくらいの数の本を読んできた。作品が伝えようとすることを読者である僕たちは全力で受け止める。
その過程の中で着実に知識が自分の中に定着していっているのを実感した。その結果、僕の文才も少しずつ伸びていったというわけだ。担当したコピーライティングを見た人は、ワードセンスが光っているとお褒めの言葉をくれる人が多く、世間の評判も上々だった。こうした評価がやりがいとなってモチベーションに直結しているのを体感する日々だった。ということで、この会社は業務自体がとても楽しいと思う。しかし、この会社が好きな理由が実はもう一つあるのだ。それは同じ部署で仲のいい同期の存在だ。いつも人間関係がうまくいってなかった僕にとって、同期と友好な関係を築けているのは奇跡みたいな出来事だった。中でも特に鈴木千早という女性とはとりわけ仲が良くなった。彼女は英米文学が大好きで、たくさんの作品に精通しているようだ。読書が大好きな僕と話がとてもあった。僕としても文学について語り合える人ができることはとても嬉しいことだった。僕は様々なジャンルを好んで読むのだけど、中でも短編集が一番好きだ。対して千早さんは戯曲を好んでいた。戯曲はね、テンポがいいのはもちろんなんだけど、やっぱり演じることを前提としている作品なの。普通の小説からは感じられない空気感が私は大好きなの。そう、まるで息遣いまで聞こえてくるような、登場人物の動きが自分に憑依してくるような感覚に体中がうずく感覚がするの。こんな感じのことを千早さんはいつも興奮気味に語っていた。大好きな戯曲の話をする時の彼女の目は、どんな言葉でも表すことができないくらいキラキラと輝いていて、本当に文学が好きなんだなとしみじみと感じた。お互い好きなものを語って、それを聞くことで新しい世界が開けるような感覚がとても斬新だった。このように僕たちが勤務後に二人で文学談義をして盛り上がるようになるまで、それほどの時間はかからなかった。この平和な日常がこれからも続いてくれれば、日々そう思ってならなかった。しかし、そんな僕のささやかな願いは、ある人物の登場とともに崩れることになった。その人物はというと、専務の大林だ。大林は関連会社からの天下りでこの会社にやってきた。一見人当たりがよく、バリバリに仕事ができるエリート的な人物。頼りがいがあってかっこいい人だな、というのが僕の第一印象だった。しかし、彼は僕たちとは致命的に相性の悪い考えの持ち主だった。というのも、彼、尋常じゃないレベルで副業が嫌いなのだった。もちろん彼も事前にこの会社が副業 OK なのは耳にしていて理解しているはずだ。しかし、大林の副業嫌いは会社がどんな方針だろうとまるで関係がなかった。どうしてそれほどまでに副業を嫌悪しているのかというと、それは彼の過去に理由がある。どうも大林は前の会社で副業していた部下に裏切られてしまった経験があるとのことだった。手塩をかけて教育していた部下、仕事のできる大林のことだから真剣に全力で教育に努めていたことだろう。もしかしたらとても可愛がっていた部下だったのかもしれない。しかし、その部下が陰で競合他社を相手に副業をしていたのだ。その結果、最終的に大林は裏切られることになり、自社はノウハウを盗まれて被害を被る形になったようだった。その事案で言うと、誰が見ても悪いのはその部下本人だ。大林専務には同情さえするほどだ。しかし、だからといって全ての副業が悪いという決断を下すのはいささか短絡的すぎると思う。副業をしている人のほとんどはそんな悪意を持って働いていないし、むしろ副業 OK としてくれる会社には多大なる感謝の気持ちを持って勤務しているはずだ。かくいう僕だってその一人だ。
しかし大林にはそんな気持ちは全く伝わらないようだ。日々の言動からは副業全般にかなり偏見を持っているのがひしひしと伝わった。僕の働く広告代理店も大林の異動により随分と社内が一転した。のんびりと穏やかな雰囲気だったオフィス内がどよーんとした重たい雰囲気に包まれるようになったのだ。というのもこのオフィスの中では半分の社員が副業をしているからだ。それなのにもかかわらず、ことあるごとに大林は副業している社員をあぶり出しては嫌なことを大声でみんなに聞こえるように言うのだった。副業しないといけないほど金がないのか、借金でもあるのかといった言葉が行き交うのは日常茶飯事。ひどい時には隠し子でも養ってるのかという暴言さえ飛び交った。違いますと反論したところでまるで聞く耳は持ってもらえない。挙句の果てにはどうせ本業も副業も半人前に違いないと決めつけられてしまう始末だった。また社風も大きく変わった。以前までは比較的誰でも定時退社できるのが基本だったのだが、専務が来てから定時退社が許されなくなってしまったのだ。定時間際に仕事を押し付けられることなんて頻繁だった。運よくそれから免れて自分の仕事が終わったから帰ろうとした時のこと、お疲れ様でしたと言って席を立とうとした僕に大林専務は、いいご身分だな、こうして残業している人がいるというのに何も感じないのかと声をかけてきた。唐突な文句に何も言い返せずにいる僕に対して大林専務は、いや、もしかして今から副業か、だとしたらなんてかわいそうなんだ。普通に働くだけじゃ生活できないってきつい話だよな。まあいいや、どうぞどうぞ帰ってと小馬鹿にしたような様子で嫌味を続けるのだった。こんな会話が飛び交うのが当たり前のオフィス。しかし大林専務は仕事がとてもできる人だったため誰も文句や反論ができなかった。何か言えばクビにされてしまうんじゃないか、そんな恐怖が僕たちの中を充満していた。実際何人かの社員は副業を辞めたりさせられたのだ。副業ができないのならこの会社にいる意味がない、そういう理由から自ら広告代理店を辞めた者も何人かいた。僕は過去の経験からこんなに自分に合った職場を見つけるのはとても困難だと感じていたので、この境遇にも耐えることにした。千早さんも同じようで何を言われても黙ってこらえている様子だったけど、心の中では二人ともネチネチと言われる嫌味攻撃と仕事の邪魔をされるような日々に心底うんざりだった。そんな中、社内ではインフルエンザが流行り始めた。ウイルスというものは一人が感染すると蔓延していくものだ。徐々に罹患する社員が増えてお休みを取る人が増えていった。そんな現場に大林専務は苛立ちを隠せないでいるのが伝わった。とはいえこればかりは仕方のないこと。注意していてもかかる時はかかってしまうものだ。それにもかかわらず大林専務は日に日に怒りを大きくさせていた。次第に怒りは目に見えて態度に現れ始め、ついには休んでいる社員のことをボロクソに文句を言い始めるのだった。これはかかりたくないな、もしかかったらなんて言われるか、それを想像するだけでも気分が重たくなるようだった。しかし翌日の朝、無情にも恐れていた事態が起こった。ついに僕もインフルエンザに罹患してしまったのだ。前日から少しゾクゾクとした悪寒を感じていたため嫌な予感はしていたのだが、今朝起きたら高熱で頭もフラフラだった。インフルエンザ特有の関節の痛みもあって完全に感染したのがわかる状況だった。まずいな、結局感染してしまった。これでは到底仕事なんてできる状況ではない、そう判断した僕は、
高熱で倒れそうになる体を何とか起こし、会社に休みの連絡を入れることにした。社員の出社状況を管理しているのは大林専務。なので必然的にこの電話は大林専務につながることになる。なんて言われるかを考えると、よりしんどさを感じて苦しい気分だった。3コールくらい続いた後、やはり大林専務が電話口に出た。いつも通り低くて威圧感のある声だった。お疲れ様です。ネオです。はい。何？朝一だというのに、すでに不機嫌な大林専務。僕は大きく息を吸いながら、覚悟を決めて休ませてもらうよう伝えた。昨日から体調が悪くて、今熱を測ったら39度を超えているんです。それで？体の症状から判断するに、インフルエンザだと思います。後ほど病院にも行こうと思いますので、ひとまず今日は休みをいただけないでしょうか。できるだけ申し訳ない気持ちを全面的に伝えてみた。実際休むことで僕が担当している業務は止まるわけだから、罪悪感を感じているのも事実だった。しかし大林専務から返ってきた言葉は、そんな僕の気持ちを全く感じ取っていない恐ろしく冷たい言葉だった。副業なんかしているから体調管理ができないんだ。社会人としての自覚を持てよ。どうせ意味のない副業なんかのために会社をバカにしてんのか。電話越しからでもわかる大林専務の怒り。他の人はともかく、僕の場合はインフルエンザにかかったのも副業のせいだと思っているようだった。確かに本業も大きな賞の締め切り前で忙しかったのは事実だ。しかしこの感染はおそらく会社で流行っているインフルエンザによるものに違いない。オフィス内の半分くらいの人が毎日咳をしている環境で、どんどん社員が罹患して休んでいく現状なのだから、僕が感染したとしても仕方のない要素が多いような気がした。しかし大林専務はそう思ってはくれないようだ。副業を絡めた説教をした後、マスクをして出社しろとだけ言って電話を切ってしまった。この場合どうしたらいいのだろう。僕が出社することで他の人にもうつす心配がある。僕としても薬を飲んでも熱が下がる様子はなく、しんどさは加速する一方なので、病院に行った後はおとなしく安静にしていたかった。しかし少し時間が経った後、絶対に出社しろとのメールが大林専務から届いた。これを読んだ僕はもう断ることなんてできないような雰囲気を感じていた。ここで許可なく休んだらどうなるんだろう。それを考えると、熱で侵された体を引きずってでも会社に行かないといけないような気がしてならなかった。結局この日の僕はフラフラの状態で出社した。しかし僕の出社を見た大林専務はいつも通り大量の仕事をこちらによこしてくるのだった。頑張らなくては、頭ではそう思っているのだけれど、思うように体が動かない。マスク越しに感じる自分の息の厚さに頭が割れるような頭痛が引き起こされた。大丈夫？すごくしんどそうよ。無理しないで休んだ方がいいわ。そう言ってくれる千早さん。彼女は本当に心配そうな目でこちらを見ていた。朝に休ませてほしいって連絡を入れたんだけどね。専務が必ず来いって。そう言いながら苦笑いを見せる僕に対して、千早さんは整った顔をぎゅっと歪ませていた。それにしても体中が本当に痛い。熱で頭もぼーっとして、仕事は全くままならなかった。僕はいつの間にか机の上でぐったりとなってしまっていた。もたげた頭でパソコンの文字を読むのがやっとだった。そんな僕の様子を見つけた大林専務。彼は眉間にシワをぐっと寄せたまま、ずかずかとこちらに歩いてきた。そして次の瞬間、バンと僕の机を思いっきり叩いた。静まり返るオフィス。あまりの大きな音に誰もが手を止めて
こちらを見ていた。なんだその勤務態度は。すみません、頭が痛くて回らないんです。お前そんなことが通用すると思ってるのか。そんな勤務で給料だけ持っていきやがって。割れるような頭痛の中、大きな土星が頭をこだまして、まともに返事をできない僕。そんな僕の態度が気に入らないのか、大林専務の怒りはますますヒートアップしていった。どうせこの仕事がなかったら生活苦に陥るくせに。お前もうクビにするぞ。僕は熱のせいもあってなんだかもうどうでもいい気分だった。何よりこの専務の目の前からいなくなりたくてたまらなかった。だから僕は、クビですか、喜んで。気づいた時にはそう言ってしまっていた。気だるく重たい体を引きずりながら、僕は部署の同期が手配してくれたタクシーが来るのを待つ。付き添ってくれている同期たちはみんな、本当に大丈夫か、家まで帰れるかと心配そうだ。こうした優しさに触れていると改めてこの会社の人たちの優しさを感じる。こんなことになってしまったけれど、僕はもともとこの会社がすごく好きだったのを身に染みて思い出した。その時タクシーを待っている僕のもとに、事の顛末を知った社長が飛んできた。どうやら千早さんが社長に知らせてくれたらしい。急いできた社長はうっすらと汗ばんでいて息も絶え絶えだった。そして僕のもとに駆け寄り、大丈夫か、無理しないでくれ、それに今回のことはもう一度考え直してくれないかと言うと、懇願するような顔でうなだれてしまった。そんな社長の様子を見てポカンとした表情を浮かべる大林専務。なぜ社長はこんな奴を引き止めようとするのだ、とでも言いたげな顔だった。社長はそんな大林専務を見つけると鬼の形相で近づく。そして、大林君、一体どういうつもりだ、君は何を考えているんだと激怒し始めた。なぜ怒られているのかわからない大林専務、明らかに驚いた様子で焦りをあらわにしていた。社長、こいつネオの職務態度を見てください、全く働かないんですよ。インフルエンザで働かすやつがどこにいるんだ。それはまだインフルだと決まったわけではありません。それに副業のために仕事をおざなりにする社員なんて必要ないと思います。君、ネオ君がどんな人か分かっていないのか。そう、大林専務は何も知らなかったのだ。副業している人がみんな一人前の職務を全うしないと決めつけていたのが原因だろう。実は僕はこの広告代理店では一番のやり手コピーライターとの評価をもらっていたのだった。社長によると、僕がいなくなったら会社が回らなくなってしまうらしい。あくまで社長曰くだから本当のところはわからないものだけれども、けど実際そういった評価をもらっているのは事実だった。そして大林専務はもう一つ大きな勘違いをしている。それは僕の仕事についてだ。僕が他に副業していると思っているのだが、僕にとってはこちらの仕事が副業なのだった。僕の本業は作家だ。ありがたいことに収入面においても確実にこちらが本業と言っても何の問題もない。若い頃は売れず飛ばずの苦い経験をたくさんしたものだが、最近では俗に言う売れっ子作家として少しずつ有名になっていた。作品はヒット作も多く、魅力的な視線で書かれ、読みやすいのに心に響くとの評価を受けることが多い。自分的にも鮮やかに展開される短編小説を書くのが特に好きだった。つまり広告代理店はこの本業の手腕を生かしながらの勤務だ。短編小説を書くのを生業としている僕にとって、コピーライトはとても得意な作業だった。インフルエンザが完治するまでしっかり休んでください。
その後はお願いだから、また出社してくれないか。タクシーに乗り込む直前まで社長はそう言って僕に懇願していた。社長がそう言うなら、この仕事は楽しいし、基本的にみんな優しくて好きだし、僕は回らない頭で社長からの懇願を受け入れようかなと思ったりしていた。大林専務は感染症の社員を無理に出社させた上、一番のやり手社員を理不尽にクビにしようとしたことで、かなりひどく叱責を受けたようだ。今回のことのみならず、他の社員からの不満もたまりにたまっていたので、誰も擁護することはなく、むしろ逆に被害を訴えた社員もいたという話だった。僕は小さい頃から人と交わることが苦手だった。もっと言うなら、幼少期、言葉を発するようになったのも、かなり遅かったようだ。これには親も随分気をもんだらしく、未だに、あの時は本当に心配したんだよ、と言ってくるほどだった。しかし、その反動なのか、文章力は周りの子の群を抜いていた。うまくおしゃべりはできないのに、文章を書かせたら、スラスラと言葉が紡がれるのだ。喋るより書く方がよほど性に合っている子供だった。そんな僕の幼少期は、やはり読書と創作と共にあった。友達と遊ぶより、本を読んだり、自分で物語を作る方が楽しく感じたのだ。図書館にこもって、たくさんの文学に触れているうちに、国語力はめきめきと上達していった。中高とそんな日々を過ごし、大学は当然のごとく、文学部に入学した。思う存分専門的な知識を得られる大学は夢のような場所だった。同じように創作活動に励む学友等ととても楽しい4年間を過ごした。そして卒業後、僕はそのまま作家になる道を選んだ。自分のこれまでの努力と才能を信じていたからこそ夢いっぱいのスタートだった。しかし実際は作家になるのはとても難しく厳しい道のりだった。まずチャンスに恵まれない。自分の作品を売り出す機会に当たることがほとんどないのだ。僕の才能も例のごとくなかなか見出されなかった。それでも諦められない作家という夢。僕はいろんな職を転々としながらなんとか食いつないでいた。人付き合いがうまくいかなかったのもあり、定職を見つけるのは難航した。転々とする仕事の傍ら、作品を出版社に送り続ける日々だった。その中で何社目かに就職したのがこの広告代理店だった。ここでのコピーライトの業務は過去のどんな仕事よりも性に合っており、楽しかった。また会社からこんなに評価されたのはこの仕事が初めてだった。この会社では嬉しいことに人間関係もうまくいったこともあり、長く勤めることに成功した。本職ではないとはいえ、自分の属する環境ができたことがすごく嬉しかった。ここの社長が副業 OK にしている理由は、夢を持つ社員の応援をしたいという善意からのものらしい。もちろん僕も入社の際に作家を目指していることを伝えていた。社長はそんな僕を応援してくれるとともに、親身になって支えてくれる人だった。例えば文学賞の締め切り前は自由に有給を使う許可をくれた。結果発表の時なんかは、結果はどうであれいつも食事に誘ってくれたりした。どんな時も優しく見守りながら応援をしてくれる社長の存在がとてもありがたくて、ある意味辛い日々の中での僕の心の支えだった。今の僕があるのはこの会社に勤めて社長の支えがあったからだと思う。売れなかった頃の恩義があるからこそ、僕は売れっ子作家となった今でも社長の元から離れられず、広告代理店でコピーライターの仕事をしているのだった。ピンポーン。一人暮らしで静まり返っている部屋にインターホンの音が鳴り響く。気だるい体を起こしてドアホンを見てみると、そこにいたのは千早さんだった。インフルエンザで寝込んでいる僕の体調を心配して
彼女がお見舞いに来てくれたのだった。飲み物や冷たい冷えピタの差し入れ、一人だと全てが億劫で、ただベッドに横になっていただけだったから、冷えピタの気持ちよさに感動した。しかしこんなウイルスだらけの空間に千早さんを入れておくわけにはいかない。僕は必死で帰るよう勧めた。千早さん、ありがとう。でも映ると大変だから、もう帰った方がいいよ。でも、こんなに会社で広まっているんだから、もうかかってるかも。それも困るけど、本当にしんどいよ、インフルは。でしょ？一人で看病してくれる人もいないし、そんなの治りも遅くなるよ。そう言いながら、テキパキと机を片付ける千早さん。感染したらどうしよう、と怖がる僕に、彼女は笑いながら体温計をこちらに渡してくるのだった。何度だった？7度9。まだ少し熱があるね。しんどさは？だいぶマシになったよ。まだぼーっとした感じはあるけど。そっか、辛いよね。食欲あんまりないと思うけど、食べなきゃ治らないから、お粥でも作るね。千早さんはそう言って、手早くリビングに立った。調味料全然ないじゃん。という声がかすかに聞こえた。何でもないように看病してくれている千早さんだけれど、僕はもちろん女の人に病気の看病をしてもらったことはない。交際経験がないわけではないのだが、比較的、いや、極めて少ない方なので、内心では心臓がバクバクだった。果たしてこの熱は本当にインフルエンザによるものなのだろうか。もしかしたら職場とは違う雰囲気の彼女に照れてしまっているのかもしれない。動かない頭でそんなことを思ったりした。正直あまり食欲がなかったのだが、いざ目の前にほかほかの卵がゆが出されるとお腹は空腹を思い出したかのように反応した。レンゲですくって一口口に入れる。優しい味付けで柔らかく炊かれたそれは今までで一番おいしいおかゆだった。すごくおいしい。本当？よかった。そう言いながら彼女は今度は自分もレンゲを口に運ぶ。当たり前のように食べているが、使っているのは僕の家のレンゲだ。その事実を意識すると妙に恥ずかしく、少し嬉しさにも似た興奮を覚えた。僕は照れを隠すかのように、本当に映るよ、ともう一度伝えた。彼女は熱々のお粥をパクパクと食べながら、小悪魔的な笑みでこう言った。じゃあ映ったら、今度はネオくんが看病してね。千早さんにはかなわない。僕は心底そう思った。もともと気が合うし、話も弾むし、素敵な女性だと思っていた。しかし千早さんもまた本職が別にある人。女優を目指して劇団に所属しているのだ。広告代理店ではその撮影知識や他の女優との人脈を生かして広告撮影に役立てている。僕と同じく本業と副業が良い相乗効果を生んでいる人の一人だった。ということで千早さんは女優志望の女性なのだ。ということは当然のごとく顔がとても整っていて、スタイルも抜群だ。それに加えて誰にでも優しく、人当たりの良さまで持ち合わせている。人を見た目で判断するのには反対だけれど、どう見ても彼女は僕にとって高嶺の花だった。しかし、今回の看病を経て、あることに気づいた。恐れ多くも、彼女も僕に好感を持ってくれていたのだ。僕たちはそれとなく思いを伝え合い、自然な流れで付き合うことになった。僕はあまりの嬉しさに舞い上がり、高熱が再来しそうな気持ちだった。リンゴを剥きながら、ずっと前からそれとなく気持ちを伝えていたのに、なんで気づかなかったの？という彼女。整った顔で上目遣いに睨まれ、こんな可愛い子を相手にそんな選択肢、想像さえできなかったよ、と心底思う僕なのであった。
千早さんの看病もあり、僕はすっかり元気になった。どうしようかと悩んだけど、仕事へ復帰することにした。会社に着いた途端、開口一番に社長が僕の手を握りながら、よく来てくれた。本当にありがとう。と言ってくれた。本当に感謝を伝えたいのは僕の方だ。今でもこんなに必要としてくれている事実が嬉しくてたまらなかった。これからも社長の恩義に応えるべく、もっともっといいコピーを作っていきたいと心から思った。そして本業の作家業、名も売れてきた僕の今後の目標はズバリ映画化である。映画化と聞くとあまりにも大きく現実的ではないと思われがちだが、大きな賞を取ることができればそれも夢ではなくなるのだ。実は今回の大賞は最終選考に残っているとの連絡が来ている。結果がわかるまで内心ドキドキなのだった。もし本当に映画化された暁には、千早さんもその映画に参加するつもりらしい。とはいえ、役をつかむのは千早さん自身。何があってもオーディションで勝ち取ってみせる、と僕以上に意気込んだ様子の彼女だった。ところで大林専務はというと、社長に叱られたことでシュンとしていた。ひどく叱責されたことで偏見を捨てることができたのかもしれない。副業する社員のすべてが裏切るわけでもないのだと思い直し、自分の行動を反省しているようだった。今では社員いびりをすることもなく、基本的にあまり役員室から出てこなくなった。おかげで帰り際に仕事を押し付けられることもない。会社には平和が戻ってきたのだった。僕や千早さんのように二足のわらじを履いてるからこそ、両方に好影響が出るということもあるのだ。副業があるからこそ時間の有用性を誰よりも理解しており、時間内に作業を仕上げるという意識が湧くのではないだろうか。要は副業の生かし方や心構えが重要なのだ。どちらも中途半端ではいけない。どちらも完璧に熟す。僕にはどちらもやっているからこそ持てる強みがあると思う。それを生かして今後も頑張っていきたい。そうするうちにもらった分の恩を少しでも会社に返していけるような気がした。ただいま。二人分の帰宅音が家の中に響く。僕たちは最近同棲を始めた。一緒に生活してみると新しい発見がたくさん見つかるものらしい。千早さんは実は超大食いだということが最近わかった。スタイルをキープしなくちゃ。と言いながらパクパクと白ご飯を食べるのだから、ますます魅力的だ。いつか二人の夢が、二人で作る映画の夢が叶ったら、その時は結婚したいな、なんて思ったりしている僕なのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。それが退職金だ。そう言って放り投げられる一枚の紙切れ。こちらに飛んできたそれをよく見てみると、それはまさかの千円札だった。40年勤めた会社、目の前の社長は、どうせもうすぐ定年だろ、荷物まとめて今すぐ消えろ、と鋭い語気で言い放った。私が何をしたというのか、ただ横暴な社長に対して一社員としての意見を言っただけ。それでこんなひどい言われようなのだ。首を宣告された私は投げ捨てられた千円札を受け取り、静かに部屋を後にするほかなかった。この数日後、社長は私の家を訪れることになる。社員を見下していた彼に罰が下る。それには大して時間はかからなかった。私の名前は小島さと子。年齢はもうすぐ65歳。65歳というと社会人にとってはある意味節目の年だ。なぜなら世間一般でこの年齢は定年退職を迎える年齢だから。今では会社によってその該当年齢は様々なようだが、
私の勤める会社でも基本的には65歳が定年とされている。だから私も誕生日を迎える来月末までが勤務予定となっているのだ。ちなみに仕事はというとホテルの受付である。基本的に社交的で人と関わることが大好きな私にとって、日々多くの宿泊客の対応に追われるこの仕事はとても楽しいものだ。それでいてやりがいもものすごくあった。なんといっても私たちのおもてなしによってお客様の旅全体の印象が変わるかもしれないのだ。ホテルの受付はいわばホテルの第一印象とも言えた。気持ちの良い接客により旅の満足度が上がると考えている私は、お客様にこのホテルに宿泊してよかったと思ってもらえることを目標に接客に邁進する日々を送っていたのだった。こんな感じで充実した仕事生活を送っていた私なので、正直迫る退職は少し寂しい。しんどいこともあったが、やはり総括して思うことはこの仕事が好きということなのだ。だから私は残された期間の仕事を全力で全うしたい気持ちでいっぱいだった。では、どうしてこれほどまでにこの仕事に夢中になれていたのかというと、それはもともと私が旅行することがすごく好きな人だったからだ。今はもうあまり行けていないが、昔は海外にもたくさん行ったものだ。中国や韓国といった近隣国から、フランスやドイツといったヨーロッパまで、本当にたくさんの国を飛び回った。若い頃は今よりもっとアクティブだったから、出向いた海外でお金がなくなると現地で働き小銭を稼ぐなどしていた。実はその旅の途中で出会ったのがこのホテルの社長なのだ。たまたま海外のホテルでアルバイトをしていた時、同じ日本人だと声をかけてもらったのがきっかけだ。いい働きをしているね。外国という地でノリノリで働いている私に、社長の岡部光一さんが声をかけてくれた。何でも私の接客態度に好感を持ってくれたらしい。接客中の元気の良さが見ていて気持ちがいいとお褒めの言葉をくれたのだ。そこで少し話をしているとますます会話が弾み、一気に意気投合。接客という仕事に対する考え方が同じで、話していてとても楽しかった。そして去り際、彼は、日本でもホテルで働きたいと思ったら連絡してほしいと言いながら名刺をくれた。帰国してから名刺の持ち主に会ってみると、大いに歓迎してくれたものだ。話を詳しく聞くと、これからリゾートホテル事業を立ち上げるための人員を募集しているのだという。当時の私は特に働くあてもなかったので、その話を受けることにした。幸い私は海外旅行で培った得意の語学を生かすことができたので、初めてのリゾートホテルでのフロント仕事を全うすることができたのだった。それからあっという間に40年の月日が流れた。同窓会で久しぶりに再会した幼馴染の男性と結婚し、娘も生まれた。育児と仕事を両立させるのは少し大変だったが、職場にはありがたいことに福利厚生が整っていたのだ。産休育休を取りながらの40年、楽しく勤め上げることができたのだった。そんな私の最近の楽しみは、定年後のセカンドライフを計画すること。定年後は夫と一緒に海外旅行に行こうという計画もあるのだ。寂しさを感じる退職も、見方を変えれば楽しみでワクワクするものであった。さて、こんな感じの生活を送っている私なのだが、最近になってある懸念事項が生まれた。それは先代の社長が勇退し、新社長が就任するというニュースだ。前情報では新社長は海外留学の経験がある優秀な人物だという噂だった。しかし蓋を開けてみると、実際その人物はただの二代目バカ息子。先代社長には他にも優秀な長女がいると聞いていたのだが、彼女は後を継ぐ気はないそうで、就任には至らなかった。だから社長は仕方なく息子に会社を譲ることにしたそうだ。しかしこの息子、実はとんでもなく放蕩息子なのだ。他の会社で経営を学んできたというが、
びっくりするくらい仕事ができない。それでいて社長の権利を存分に活用するため上層部は頭を抱えているようだった。この新社長岡部太一の横暴っぷりは私が勤務するホテルにも影響を及ぼした。そもそも彼は伝統や形式など古いものを毛嫌いしているようだ。新しくスタイリッシュでセンスのあるものを求めていた。フロントって古臭い感じが鬱陶しいよね。受付とか機械で十分じゃない？料理の配膳とか清掃もロボットでいいじゃん。お問い合わせも電話じゃなくて AI チャットで事足りそう。などなど、彼が社長になってから指摘することはこういったことばかり。主に人員を削減することで人件費が減り収益アップを狙った発言ばかりだった。実際ビジネスホテルなどにはこういった無人の受付もあるようだ。しかしここはれっきとした格式の高い観光ホテルなのだ。時間を忘れるくらい癒しの時間が流れる旅行にとって一つ一つの接客も大事なポイントである。業務の効率化は確かに必要なことだが、おもてなしの気持ちを忘れてはいけない。実際こういった社員の反対の声が多く上がり、この指摘は一旦保留となった。社長は納得いっていない様子で、センスが悪すぎると怒っていたらしい。その腹いせなのかわからないが、この時以来社長の太一は社員に対して尊大に振る舞い横柄な態度を見せ始めるようになった。思いつきで仕事を増やしたり減らしたり、突然イベントをやるなど言い始めたり、大体それらが何の前触れもなく突然命令されるため社員は振り回されて大変な思いをしているのだった。そんな中、私はある現場を目撃してしまった。それは受付の新人の女の子が社長に言い寄られていたのだった。恐れ入ります、申し訳ございませんが予定があって。そんなん予定キャンセルしたらいいやん。おごってやるから。社長だから何でも食わせてやるよ。予定キャンセルキャンセル。でも、言い寄られている新人の子は明らかに困った様子。相手が社長なだけにはっきりと断ることができないのをいいことにしつこく言い寄っているようだった。どうしたらいいだろうか。相手の子は最近入社してきた中山里乃さんという子だ。可愛い顔でふわふわした印象だが、実際は気持ちのいい爽やかな性格で私の大事な部下の一人だった。そんな彼女が困った顔でこちらを見る。私は先輩として間に入って仲裁することにした。お客様がいらっしゃいます、そういった行為はやめてください。眉間にシワを寄せながらこちらを睨んでくる社長。しかし私はひるむことなく言葉を続けた。彼女も嫌がっているようです。社長、おやめください。うっせえ、ババアはお呼びじゃねえっての。俺はリノちゃんに話があるんだけど。のけババア。ババアとは失礼な。これが仮にも社長の発言なのだろうか。私はげんなりしながら一回りはっきりとした口調で断言することにした。私にはここの責任者として彼女を守る責任があります。たとえ社長だとしても無体を働くことは許しません。我ながらかなり毅然とした態度だったと思う。社長は嫌そうな顔をして舌打ちをしながら去っていき、事なきを得たのだった。しかしその日から私に対しての嫌がらせが激化してしまった。すれ違うたびに、ババア、老害などと言われるのは序の口。次第に備品が隠されるなどの嫌がらせ行為が始まってしまった。事前に備品の不備が見つかると対処ができるものだが、もし万が一私が気づいていない場合はお客様に迷惑がかかってしまうかもしれない。これには私も気がめいるようだった。そして他にも私たちの職場にフラッと現れてはフロントマンに向かって、こんな仕事誰でもできるだろうなどと悪態をつかれたりもした。じわじわ積み重なるストレス、私たちは皆彼の行動に心底嫌気がさし始めていた。中には他の社員も社長に否定的な意見を出したり注意をした者もいるそうだが、彼らは皆一概に暴言を受けたり
嫌がらせを受けたりしているらしい。私はこういった後輩からいろいろと相談を受けるうちに、何か行動に起こさなくてはいけないような気がし始めた。そしてついに社長に意見することを決心したのだった。先輩、本当に大丈夫ですか？社長ぶち切れて、クビだとか言ってきたらどうしよう。心配してくれる後輩、そんな彼女に私はできる限り柔らかく微笑みながら、大丈夫よ、何かあってももうすぐ定年だもの、最後に一花咲かせてくるわよとお茶目に返した。誰か言わなくてはいけない、社長だからといって何でも許されるというわけでない。どんどんエスカレートしていって、いつか収拾のつかないことになってからでは遅いのだ。私はふつふつと湧き起こる怒りを抱きながら社長室に向かったのだった。社長室へと出向き、社長に直談判する私。しかし彼は全く聞く耳を持とうとはしなかった。しかしだからといって私は諦めない。くじけることなく言葉を続けた。前社長は私たちの意見をよく聞いてくださいました。すると社長、このワードのどこにスイッチがあったのだろうか。先ほどとは打って変わって激高し、机を叩いて大きな音を出し始めた。うるさい。お前も俺が悪いって言うんだろ。どうせ俺は親父と違って何もできねえよ。分かってるんだからいちいち比べてくるんじゃねえ。社長が怒鳴りつけ始めても、私は焦らず平然さを保つことを心がけた。しかし彼にはそれが気に入らなかったようだ。さらにヒートアップして私にある一枚の紙を投げつけてきた。なんだろうこれは。よく見るとそれは一枚の千円札だった。それが退職金だ。どうせもうすぐ定年だろ。荷物まとめて今すぐ消えろ。この行動には私はもはやため息をつくしかなかった。もう何を言っても意味がないだろう。私は黙って千円札を拾い上げ、静かに一礼をしてその場を去った。こうして突如私の退職が決まった。もうすぐという心構えはあったが、こんな唐突に来るとは思っていなかった。突然退職したためやることがない数日が続く。私はこれまでの自分の仕事姿勢をねぎらうように何も考えず、ただのんびりぼーっとして過ごしていた。お天気もあいにくの雨で、なかなか出かける気にもならなかった。するとそんな時、突如家の電話が鳴った。とはいえ、家の電話は迷惑電話が多い。珍しくコールも長めだったが、私はしばらくこの電話を無視することにした。ちなみに、スマホの電源はずっと切っている。のんびりぼーっと過ごす時間に、スマホは不要だった。そしてしばらくするとピンポーン、今度は玄関のチャイムが鳴った。こんな時間に誰かしら。重たい体を持ち上げ、私は扉を開ける。するとそこにいたのは、予想外にも社長の太一だった。社長はその場に突然座り込み土下座する。えと思っているのもつかの間、今度は申し訳ありませんでしたと大声で謝罪を始めた。ちょうど今の天気は雨。しかし彼はスーツがびちょびちょに濡れ、汚れてもお構いなしだった。しかしこんな大声で土下座なんて、もし近所の人に見られでもしたらどうなるだろう。かなり驚かれる情景に違いない。私は焦って彼の体を立たせて家に招き入れることにした。部屋で改めて社長の様子を見たが、数日前とは全く異なっており、焦燥した様子で何度も私に謝罪している。就任してからこんな姿は一度も見たことがなかった。そして彼は謝罪しながら、今度は戻ってきてほしいという旨を伝えてきた。なぜですと尋ねる私。すると彼は頭を垂れながらポツポツと現状を語り始めた。今社員たちがみんな出勤していないんです。どういうことかと思い、
詳しく聞くと、どうやら現在、社員たちはストライキを始めたということだった。特に私がいたフロントの社員たちがかなり怒っているようで。誰にでもできる簡単な仕事なんだったら、社長がやってください。と言ってきたそうだ。社員が仕事をしないからといって、お客様が来ないわけではない。社長は自分と側近の数人で仕事を回そうとしたが、そんなこと到底無理なものだ。誰にでもできる仕事と見下していた仕事は、本当はものすごく大変で、みんなが頑張って懸命に行っている仕事だったのだ。絶望を感じて社員に出社を願い出たようだが、みんな口を揃えて言うことは、私の復帰が決まらなければ自分たちも仕事をしないという返事が返ってきたらしい。むしろ別にクビでもいいとまで言われたそうだ。それに加えて、よりによって今日ジェームズさんがお忍びで訪れたんです。ジェームズ？世界的に有名なシンガーです。知らないでしょうか？これにはかなり驚いた。ジェームズを知らないまでもない。むしろかなり知っている。なんといっても彼はかつての友人なのだ。海外トラベラー時代のバイトの仲間なのだ。当時の彼はまだデビューして間もなく、世界中をギターを持って旅行しながら歌っていた。同年代の彼と私はすぐに打ち解け、とても仲の良い友人になった。それから彼は次第に有名になっていったけれど、今でも日本を訪れると必ず私に会いに来てくれている。それも決まって何の前触れもなく、サプライズで私の勤務するホテルに現れる。ジェームズはこの登場を大層気に入っているらしく、毎回同行者の名前で予約をしてくるから、何も知らない私は毎度驚かされるのだった。そんな彼がこたびもまたあのホテルにサプライズで会いに来てくれたというのだった。しかし例によって私は退職済み。そのことに衝撃を受けたジェームズは、どういうことだと社長を問い詰めたのだという。そしてうまく説明のしようがなく、歯切れ悪く返事をする社長にしびれを切らしたジェームズが、さとこに直接聞くと言い出す始末。このまま彼が騒ぐと世界的なニュースになってしまう可能性さえある。だから社長は慌てて私の家に謝罪に来たという話だった。正直私は心底呆れていた。虫のいい話ですね。正直あなたのためには戻りたくないです。これは本心だ。本当のところもう顔も見たくないレベルだった。しかし私と社長のいざこざが原因で、他の従業員やお客様に迷惑をかけているのは事実。ジェームズにも挨拶ができなかった。だから一度だけですよ、そう言い戻ることを承諾したのだった。ホテルに戻るとまず他の社員に顔を見せた。真っ先に新人社員のリノちゃんが嬉しそうに、さとこさんと呼びかけてきてくれた。するとゾロゾロと他の皆も集まってくる。そんなみんなの様子に少し嬉しくなりながらも、先輩としてみんなを叱咤激励しながら持ち場に戻るよう指示を出す。それからジェームズに顔を見せると、彼は涙を流して喜んでくれた。もう会えないかと思ったよ、というジェームズ。さっきはカンカンに怒っていたらしいが、少し会話に花を咲かせると今度は、しばらく日本に滞在するよと言い、すっかり機嫌が直った様子だった。そんな中、降り続いていた雨はどんどん強くなっていく。空は真っ暗で不気味な様子だった。そうするといつしか大雨警戒情報が発令されて、そこからは一気に各種交通機関が運休となってしまった。こうなるとお客様の中にも足止めされてしまう人が出てくる。ホテルは海抜が高く、近くに川もないため浸水被害はなさそうだが、近くでは避難指示も出ている様子。外は信じられないくらいの大雨と風が吹き荒れていた。すると突然大きな雷鳴があたりに響き渡る。あまりの大きな雷鳴にお客様からは小さく悲鳴が上がったりもした。そして次の瞬間、館内がいきなり真っ暗になった。停電が起こってしまったのだ。数秒後、
明かりが館内を照らす。しかしこれは電気が回復したのではなく、非常電源からの供給によるものだった。つまりはこれはいつまで続くかわからない電気、多用はできないものだった。私たちは揃って社長に判断を委ねた。しかし社長にとってこんな緊急事態は初めての経験なようで、顔を真っ青にして震えていた。どうすればとあたふたする彼。私はいても立ってもいられず、檄を飛ばした。いい加減にしなさい。あなたが最高責任者でしょ。あなたがあたふたしている様子を見せれば、お客様だって心配になります。お客様が安心して過ごせるように考えてください。わからないなら聞きなさい。ここにいる社員はプロのホテリエです。私たちの働く姿をきちんと見てください。私の一括に社長はうなずく。そして、まずはそれぞれの持ち場の安全点検を。異常があったら上に報告してください。お客様に不安を訴える方がいらっしゃったらラウンジにご案内してください。飲み物をご用意してリラックスできるように。あとは。おどおどしながらも一応社長は指示を出し始めた。これらの社長の指示で一斉に動き出す社員たち。私も仕事をしようと持ち場に行くことにした。フロントに行くと、すでにたくさんのお客様が問い合わせに来ていた。彼らに安心を与えるように笑顔で接客するスタッフたち。ラウンジには多くの宿泊客の姿があり、不安そうな表情を浮かべていた。その中には小さな子供の姿もあった。大丈夫ですよ、ご安心ください。スタッフたちは笑顔でそう伝えているのだが、あいにく雨足は強くなるばかりで、電気は一向に復旧しない。外は時間が経つにつれて日が暮れていき、ついに真っ暗になってしまっていた。どうしよう、こんな時どうすれば。いろいろ考えを巡らせていた私はあることを思い立った。そして早速リノちゃんを連れて倉庫に向かった。そこには数々の備品や展示物とともに、ハロウィンやクリスマスの祭事に使うキャンドル型のライトがたくさん保管されていた。停電中、このキャンドル型のライトはきっと役に立つはず。そう思ってあるだけのライトを持って帰ることにした。その途中、ある棚の前でリノちゃんが足を止める。先輩、このぬいぐるみかわいい、持っていきませんか、と言った。彼女の腕に抱えられたクマのぬいぐるみは確かにとてもかわいい。しかも絶妙にちょっと大きくて、ラウンジで不安そうな顔をしていた子供がきっと喜んでくれそうなものだった。私たちはこれらのライトとぬいぐるみをそれぞれラウンジに配置した。そのライトを一斉につけてみると、あたりは一瞬で暖かな色の光で包まれた。小さなライトだが、集まれば効果は絶大で、幻想的に光を放っていた。不安そうに集まっていたお客様の中から、きれいとの声が上がる。少しずつ笑顔が戻っているのが伝わった。そんな中、社長がお客様に挨拶をすることに。本日は停電となり、お客様には大変ご迷惑をおかけします。緊張した様子を見せながらも、社長はなんとか覇気を取り戻しているようだった。しかしその最中、急に子供がぐずり始めてしまった。それを見た社長は一瞬焦った顔をしたものの、すぐに気を取り直し、胸元から一枚のハンカチを取り出した。一瞬子供が興味を示したところを見逃さず、社長はそのハンカチを宙に投げる。すると1枚だったハンカチが2枚に増えた。よく見ると2枚のハンカチをうまい具合に隠しながら行う手品のようだが、子供の関心を引くには十分だったようだ。ぐずり出していた子供は歓声を上げて、もっともっとと喜んでいるのが見て取れた。こうしてしばらく手品を披露していた社長だが、ついにネタが尽きたのか、彼は困った顔を浮かべてしまった。だけど子供はまだまだ続きを期待している。参ったなぁといった感じで頭をかく社長。私もどうしたらいいかわからず困った気持ちだった。そんな私たちのもとに一人の男性が歩み出る。そして彼はアコースティックギターを手に歌い始めた。その歌声は誰しもが一度は聞いたことがあるくらい有名で、優しく
甘い声だった。え？ジェームズ？ジェームズだ。といった声や歓声があちこちで上がる。目をキラキラと輝かせて興奮する観客の前で、ジェームズはシーッと唇に人差し指を当て、秘密だよ、と言いながら笑った。ギター一本だけで行うジェームズのミニライブ。小さい子供でも知っているような童謡から自身のヒット曲まで。お客様とジェームズは楽しく歌い続けた。誰もが皆楽しそう。外は相変わらず悪天候だが、この瞬間だけは皆その事実を忘れることができているような感じだった。私はその様子を見て、心底胸をなで下ろしたのだった。ジェームズがライブを始めて30分ほど経った頃、ついに電気が復旧した。目がチカチカとなるほどの輝きを持った明かりが部屋中について歓声を上げる人たち。こんなに電気がついて嬉しいと思ったことなんて初めてかもしれない。当たり前のものって当たり前じゃないのかもしれない。そんな声があちこちから聞こえた。一時は完全にストップしてしまったエレベーターや空調設備なども点検が終わり、お客様は各々の部屋に戻れることになった。私はジェームズの元に駆け寄り、礼を言う。ジェームズ、本当にありがとう。するとジェームズは、夢みたいに楽しかった、と笑ってくれた。奇跡のようだったわ。それは、このホテルのみんながその空間を作り上げてくれたおかげだよ。ね、そうだよね。そう言ってジェームズは、私の背後に向かって問いかける。誰に言っているのかと思って振り返ると、そこにいたのは社長だった。社長はジェームズに挨拶をする。そして改めて彼の口からもお礼の言葉を続けた。意外にしっかりとした英語だ。いつものチャラチャラした感じからは思いもよらないくらいの品格で、私は少し驚いてしまった。このホテルは素晴らしい。しかし、それはもともとここにあったものじゃない。彼女たちが長年かけて作り上げてきたものだ。壊すことは簡単さ。だけど守り続けることは難しい。君とこのホテルがこれからどうなるのか、期待しているよ。目を見ながらゆっくりと交わされたジェームズの言葉を、社長はしかと受け止めているようだ。そんな彼に私も思っていることを伝えることにした。手品、素晴らしかったです。皆さん喜んでいましたね。素晴らしい特技です。意外なところで役に立つものですね。さとこさんもキャンドルとかぬいぐるみとか用意していただいてありがとうございました。祭事用のものとか気がつかなかった。年の功ってやつですよ。これから覚えていってください。あなたが仕切らなければいけないんです。あなたが責任を持って。はい、本当にいろいろと申し訳ありませんでした。さとこさんには本当にたくさん迷惑をかけてしまった。そう言いながらもう一度頭を下げる社長。全身からは今までの行動の後悔を存分ににじませていた。そして改めて少しずつ自身の心の内を語り始めた。このホテルの前社長であった父親を心から尊敬していたんです。本当に父のようになりたかった。いわく彼はずっと幼い頃から父の背中を追って大きくなったらしい。しかし本格的に父と同じ道を目指し始めてからというもの、父の偉大さを知り、絶対に追いつけないと気がついたようだ。社長になってからも周りは、前社長はこうだった、前社長ならこうするのに、といちいち比較される現状。頑張ってはいたつもりだが、現実は自分がバカ息子と言われているのも知っていたようだ。どうすればいいのかわからず自暴自棄になっていった社長。社員たちは社長を頼らずにベテランの社員を頼っていたことも知っていた。こうしたことの積み重ねで、次第に自分の居場所がないように感じていったようだった。それならいっそ全部作り変えてしまえばいいと思って。その気持ちの表れがフロントの自動化案だったということだろう。結果的に私をクビにしたわけだが、結局何もうまくはいかなかったようだ。
こうした社長の語りを私はただ黙って静かに聞いていた。どう伝えれば社長に私たちの思いが伝わるだろう。私は一言一言真心を込めて言葉を伝えてみた。居場所というものは自分で作るものですよ。周りとコミュニケーションを取ってください。話を聞いてください。働きを見てください。自分が何をするべきか迷った時は相談してください。さっきも言ったけど、ここの社員はみんなプロのホテリエですから。確かに前の社長は優秀でしたけど、どうしようもない面もありました。でもそれを補うように社員を頼ったんです。みんなお客様をおもてなししたいという気持ちは同じなんですから。こうした私の言葉に社長は深くうなずく。そして改めてこちらの目を見つめながら、首を撤回させてください、と頼み込むのだった。それからというもの、社長は人が変わったかのように仕事に打ち込んだ。尊大な態度はなくなり、下手に出て教えを請うことが増えた。また、最近は私たちのいるフロントだけではなく、客室係や宴会係、また、厨房などにも顔を出し、仕事の内容を教えてもらっているのだという。周りのみんなはそんな社長の変化に驚きつつも受け入れている様子だった。しかし、驚くべきことが一つ。先日軽く口説いているように見えていたのだが、リノちゃんに対しては本気だったらしい。もう人前でアプローチをすることはなくなったが、水面下でめげずに食事に誘っているのだという。当のリノちゃんは、困るんですけど、と言いつつも、だんだんとほだされているようで、食事を OK するのも時間の問題のようだった。そしてついに、私の定年退職の日。私は社長から定年後も、ここで働いてほしいと言われたが、そのお話は断った。今までお客様をおもてなしすることばかり考えていたから、今度はもてなしてもらいたい気持ちが強くなったのだ。世界一周旅行に行くと説明すると、それなら仕方ないですね、と、みんな納得してくれた。中でも、お土産、待ってます、と言いながら両手を出すリノちゃんが、子供のようで可愛かった。定時を迎え、長年着続けた制服を脱ぐ。さすがに今までの日々のことを思い出して、私も感傷的な気持ちになった。そんな制服と名札をきれいに畳んで、社長に返しに行く。大変お世話になりました、と言うと、周りから大きな拍手が沸き起こった。ありがたいことに、今ここにいるほとんどの社員が見送りに来てくれているのだ。中にはシフトに入っていないはずの社員もいた。私はこんなに慕ってもらっていたんだ。そう思うと幸せな気持ちで胸がいっぱいになった。そんな中代表してリノちゃんが大きな花束を渡してくれる。彼女はもうすでに真っ赤に目を晴らし涙で顔がボロボロだ。は、ありがとうございましたと大泣きするリノちゃん。あまりの号泣につられて私も涙が出てきてしまった。本当にありがとうと何度も頭を下げ、見知った従業員と握手やハグを交わした。こんなに慕ってくれるなんて、私はなんて幸せ者なのだろう。そう思うと溢れ出す涙がますます熱くなって流れ落ちていくようだった。最後に社長がこちらに向かってくる。そして彼は、私の目を見てしっかりとした口調で、今度はお客様として遊びに来てください、と告げた。それに対して私は大きくうなずく。絶対に来るからね。そう言って40年勤めた会社を去ったのだった。私は自身の職場であったホテルの建物を目に焼き付けるように見上げた。長年通った建物に明日からは通わないと思うと変な気持ちでもある。40年もの間、たくさんの出会いや別れ、感動や喜びがあった。どれもが私にとって大切な出会いで、大切な思い出だ。ここで得たたくさんの幸せな気持ちを胸に、これからの人生を
歩み始めていこう。セカンドライフ、きっと楽しくなる。前を向く私の足は、少しウキウキしているような気がした。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。